これは始まっているのか、ちょっと皆さんトラブルの中始まってるかな。じゃあちょっと挨拶してみようと思います、はい、せーの、コンソメ始まりました。マイクラ大型企画トラブル学園肝試し5つの試練、イエーイ、わーい、始まった。いっぱいいるわということで始まりました、はい、元気にちょっと押しちゃって申し訳ありません。お待たせしました。お待たせいたしました。それでは早速始めていきたいんですけれども、はい、今回のねトラブル学園肝試し5つの試練、エルポケチャンネルでは公式実況配信をさせていただいております。こちら今実況者席のが映っているかなと思います。はい、そして再生リストの方にね、あの出演者様の各視点の配信まとめてあるので、そこから2番の3番をぜひぜひお願いします。お願いします。お願いします。ということで早速ですね、まずは実況者サイドの自己紹介をさせていただきます。はい、改めましてコンソメプロジェクトブルー所属、コンソメエルセです。お願いします。そしてお願いします。はい、プロジェクトブルー所属、悪魔の袋もんがシュガーグライダーです。本日はよろしくお願いいたします。あ、飛んじゃったお願いしますはい、そしてそしてゲスト様として、はい、藤山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ちょっと肝試しということをすっかり忘れていて、ちょっと怖いですけれどもちょっと実況します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということでこの企画はですね、エルセとサメのポキが所属する事務所プロジェクトブルーが所有するマイクラのサーバー内にある学校を舞台に繰り広げられる謎解きかける肝試しの企画となっております。はい、当日の今日のハッシュタグはですね、ハッシュタグプロブル学園肝試しになってまして、プロブルは全部ひらがなで可愛くなってるので、ぜひ皆さんプロブル学園肝試しでたくさんつぶやいてください。お願いします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 。はい、ということでですね、早速なんですけれども、本日このプロブル学園に集められた24名の生徒の皆さんには、3人1組になって5つの試練に挑戦していただきます。はい、ということでここからはね、チームメンバーさんのご紹介を1人ずつさせていただこうと思いますので、お呼びするまではミュートにしていただいて、お呼びをしましたらミュート解除していただけると嬉しいです。はい、実況者席の3人はねそのままいますのでね、はい、はいはい、それでは呼ばれたチームはぜひなんかこうちょっと分かりやすく前の方に、ね、集まってね、この上でいいんじゃないですか。確かに確かに確かに、この上皆さん、ね、この上皆さんぜひぜひ来てください。呼ばれたチームはお願いいたします。はい、それでは早速メンバー紹介していきます。まずは1チーム目、エル姫とボスリカムのチームの皆さん、おわーい、おわーい、来ちゃった、来ちゃった、やった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 、嬉しい嬉しい。では早速お一人ずつリーダーの方からでもいいですし、自分は順番は何でも大丈夫なんですけど、意気込みと自己紹介お願いします。リーダー誰、私ボスじゃないですか、やっぱり私ボスじゃないですかね、やっぱりはい、おはようございます、ドットライブ所属のカグラスズです。ホラーもあまり得意ではないし、謎解きも得意ではないんですが、頑張ります、気合だけはあります、よろしくお願いしますお願いします、お願いします、お願いします、気合大事大事、はい、お願いします。ね、姉さんどうぞ。あ、はいはい、はい、おはようございます、同じくドットライブ所属、夢怪盗のリクムです。すごく楽しみにしすぎていてめちゃくちゃ楽しみ
語彙力が語彙力が楽しみすぎて語彙力が死んでしまっているんですが、全力で楽しんでかつ優勝を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、皆さん、ハロくんはリアクト所属の、バーチャルアイドル宇宙からやってきたクマです。マイクラ歴が浅いので、姉さんとボスに引っ張られながら頑張っていきたいと思います。かわいいな。今ミュートしてるから喋っていいんだった。かわいいな。1回目なのかわいい。姉さんとボスにね、囲まれながら、はい、頑張ります。かわいいな。はい、それでは喋っていいの忘れてた。エルキメトボスリクムのチームの皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでオーラル学校ずっと一人ぼっちなの。いはい、それでは続いてのチーム呼んでみましょう。チーム夏ミントの皆さん。あ、次ソヤたちだ。はい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 。はい、次、じゃあ私が、イラストレーターと VTuber をさせていただいております夏メリと申します。ホラーも謎解きも大好きです。頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、落ちた。しゃがんでる。イラストレーターと VTuber をやらせていただいておりますエレットと申します。声だけはね、男の子ですけども、まあ女の子です。はい、よろしくお願いいたします。ホラーもクイズも大好きです。どうぞよろしくお願いいたします。みんなすごい強強ですね。ホラー強強ですよ。ね、強です。私たちの肝をね、ちょっとね、はい、見せるなんてね、なかなかないと思って。そうね、強気ですね。いいですね。まあ、マイクラ弱いけどね。余計なこと言うな、お前。弱いのは本当に。ね、弱い。余計なこと言うな。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとエルさん間違えて、ね、ブロックを壊してしまいましたね。シュガちゃんが今登ってくれましたけれども、はい、さらっとありがとうございます。なんなんだあいつ。3チーム目のおよぼ3チーム目呪われてるがる。優勝候補かっこハテナの皆さん、あ、僕たちだ。行くないと優勝候補。はーい、はーい。あー、間違えた間違えた。かわいい。あれ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 あ全員友達になって帰りまーす。かわいい。かわいいな。見上げがかわいい。よろしくお願いします。お願いします。優勝してがイコールにはなんないんだよ。優勝するのは全く別の問題なんで。でも冷静なツッコミやめて。はい、すいませんでした。次、はい、はい、ハニーストラップ所属、ナナシンクのハニーストラップ所属、島村シャルロットです。こういう企画初めてなので自信はありませんが、なんか名前がすごいことになってるので頑張りたいと思います。優勝候補です。優勝候補ね。期待してますよ。おこがましいとは思わんかね、まったく。そうだよ、最初は違うって言ってたのに。もう仲間割れしてる。なんでもいいって言ったやないか。そうやりつか勝手に決めたんだろう。うるさい。あれ、すいませんでした。おかしいな。先行きが低い感じで退場しよう。あ、すいませんでした。本当にお騒がせしました。ありがとう。お騒がせしました。お願いします。はい、続いてはチーム4、二次三次の皆さんです。よ。
二三人はてな、の皆さんね、の二次かもしんないね。ね、わかんないですね。本物かな、本物かな、あれ本物、本物、ね、なんだ、俺たちは優勝候補なのに、まったく嘘っぽいな、困りますな。え、二次サーチでーす。はてな担当でーす。マジでおかしいだろ、なるかぞ。はてな、あれあれあれ、あれ、とこ様、とこ様、今ちゃん、これだと本当にケルベロスです。そのうち来ると思います。あ、声だけする、声だけする。あれどこ行っちゃった？もうそこで。私、わすごい人がたくさんいて、囲まれてるよ。わあ。ここでいいよ。わかったー。どういうこと？ここでいいの？視点見ていただいて、はい。はい、じゃあそれぞれ自己紹介お願いします。あーよー、人間どもって言おうと思ったけど、この場には人間の方が少ない気がします。ファイアスティングです。確かに。お願いします。よろしくお願いします。確かに、お願いいたします。お願いします。はい、そしてエアドコちゃん、二次三次所属公式つよつよケルベロス犬いとこです。先ほどお腹が空きすぎたので大阪の役所で人参を食べました。今その危機だったから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。人参お願いします。はい、そして皆さんごきげんよう、バーチャルお天望嬢様こと天城天です。二次三次のハテナ担当です。トコちゃんとドーラちゃんがノリノリで決めたので、あの心ばかりの抵抗でハテナつけて提出しました。よろしくお願いします。そうだったんですね。そういう流れでホラーぶりなんですけど、真綿に育てられたの。いや楽しみだな、私ホラー大好きだからね。最近よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、社長。ありがとうございます。それでは続いてチーム5、危険部の皆さん。あいつどこ行った？え、あいつどこ行った？はい、おお。いや何してんのマジで。いやお化けじゃん。前に前に。上にどうぞ、上にどうぞ。お化けだろ。いや、シャルちゃんも。あー、仲間割れだ。ほら、真似しちゃうでしょ。来た来た。面白すぎるんだけど。あの二人、うん、お、集まれ。集まれ、ここに。おい、お前ら。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてあれ水でやってる。さらに奥行っちまったぜ。同じく危険部の犬神小影。もしかして七神区って一番影に影のものなのか。お願いします。はい、はい、同じくか、同じく影のものなのか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そういうことなのか。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです。お願いします。お願いします。あの、そ、僕たちもね、あのホラーとか謎解きとかもプロなんで。あ、プロなの。聞いたことないな、ホラー。一番の敵なのか。あれ、今こそ、いや、こ、実は隠してて、あの、あ、そうなんだ。次回、この日のためにちょっと力を。あ、そっかそっか。じゃあ見せてもらいましょう。え、バッグ背負ってる。おお、楽しみ。すごい。楽しみ。ください。お願いします。バッグ背負ってる。え、どうやって背負ってるのこれ。はーい、ありがとうございます。それでは第6チーム、マナセに変われたいチーム。お、どういうことなんだ。変われたいチーム。ほら、返事しなさい。ナナシンク以外は可愛い声が多いねって。おい、変わらせていただきます。はい、なんてこと言うんでしょうか。お願いします。はい、こんばんは。プロジェクトブルー所属のボイスコンテンツ系 VTuber、マナセユアと申します。本日は同じ事務所の3人で参加させていただきます。チーム名はマナセユアに変われたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい。何それ。はい。あなたの心に憩いを、プロジェクトブルー所属の JK の TikToker、憩いひなです。今日は、モナセユアちゃんに変われます。よろしくお願いします。なんなのなんなのソヨも変われようかな、じゃあ。ゼニガメだぜ、こっちは。同じく、プロジェクトブルー所属の、水鉄砲できんのか、こんばんは、ルイカです。ハイドロポンプもできるんだぜ、将来。今日は、できんのか、フランス語に関する謎解きがあればいいなと思ってます。よろしくお願いします。あれといいな。詰めてんな。張り合うぜ。拳で。お願いします。どうだ。お願いします。頑張れ。後輩ちゃんの時間で頑張ってください。はい。ではでは第7チーム。顔かわいい。ですね。実は3日に行われた全員で優勝されましたチームです。何この顔。優勝チームですね。お呼びしましょう。人類特別キャンペーンの皆さん。すごい可愛い顔してる。はい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 。チーム名もパンチがあるし。めっちゃ可愛い。のはい、ノアちゃん、ノアちゃんキャンペーンのリーダーのかわいい、ギャルになりたいミコギツネイナリエンジェです。今日は人類を撲滅しにやってきました。よろしくお願いします。めっちゃ可愛い。やめてもらって。違うな、違うくないか。知性はあるような。いや違くないよ。めっちゃ可愛いんだけど。あ、そうだよ。サメも可愛い。何も間違ってないよ。はい、ケンタ。はい、じゃあ次の方、どうぞ。どっち？はい、織田信吉部所属、人類学 YouTuber、口なすいです。今日はこの学園のトップになって、全員締めます。よろしくお願いします。怖いな。じゃあ優勝やめてもらいましょう。危ないのでね。なんでそんな殺意が。織田信吉部さんってよく聞くけどさ。はい、こんばんは、猫とサメのキメラの VTuber、ネペルペルです。先に宣言しておきます。自分マイクラうまいです。ここの誰よりもきっとうまいです。なかなかのビッグマウスでしたけど。そう、ランちゃんも言ってたよね。キャラコンとかはね、ちょっといいんですけど、いかんせん、おつむがですね、キスブって何なの？ちょっとこの二人に及ばず、ちょっと悪いんですけど、その辺はね、この二人にカバーしてもらいたいなと思っております。ランちゃん、偉い人なんだ。大丈夫だよね。大丈夫だよね。ポムの会みたいなもん。スイちゃんは大丈夫です。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。キスをする部活ってこと？そして、ね、自分のことなんですけど、ちょっと2日後自分誕生日なんですよ。なのでちょっと優勝プレゼントとしてもらいたいなと思っております。勝たせてください。お金渡します。すごい力で頑張ってください。はい、お願いします。さようなら。おめでとうございます。すごい、頑張ってください。頑張ってください。生首だ。壊しつつ、シュガちゃんに乗せてもらったので最後のチーム前夜祭にて準優勝をしまして、今回参加権を、ね、マジでおもろいんだが、陰キャボンバーズの皆さんです。どうぞ。おいおい、嘘だ。陰キャボンバーズはこいつです。はい、どう見ても嘘だ。どうもどうも、お願いします。嘘だ。陰キャボンバーズのリーダー、名前忘れた。名前忘れたな。名前忘れた。全然忘れちゃった。はじめまして、男の子錬金術師ブリチューバーのノアエリクシアです。今日はこんな大きな企画に参加させていただいたので、はい、何か爪痕が残せたらなと思います。だいぶ残せてると思う。お願いします。よい、変わった。お願いします。絶対陰キャじゃない人いるな。はい、声、はい、やっぱ声小さかったよね。はい、マイクラ歴11年くらいですかね。はい、いつも建築してる喋れたんです。あ、やめてください。すいません。あ、よろしくお願いします。本物はいつやと思うんだ。お願いします。人気やば、人気やば、本物は、本物は。どうぞ。ドドンデンデデン。ドドンデンデデン。どうも、厳しい厳しい前夜祭を勝ち抜いた。見えてるの？壁見てない？それ。トドロキと申します。今夜はですね、皆さんにも負けず劣らず頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。頑張るぞ。
気合いが強い。よろしくお願いします。迷子っこしてるわ。どうやら気合が違いましたね。ありがとうございます。はい、すごい。11年マイクラ歴ねえ、うん、あれが本当にね、名は手を手あの表すと言いますからね。ムム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 ムということでですね、むむむむむむ、皆さんからの熱い意気込みなどなどを聞けたところで、本日のルール説明の方をね、シュガちゃんの方にお願いしようと思います。はい、任せてください。ここだけがね、俺の見せ場なので。俺真ん中行こう、真ん中行こう。ほら真ん中で。あ、でも失礼いたします。ちょっとね、はい、用意させていただいた紙読むだけなんですけれども、はい、ではルール説明をさせていただきます。ダメダメダメ、2人の間に入らないと。1枚目をご覧ください。変わってるかな、変わってますね。あ、ありがとうございます。こちらですね。はい、5つの試練を一番早くクリアしたチームの優勝になります。皆様にはあらかじめ学校の地図の画像をこちらですよ、皆さん。こちらを見ながら試練の会場に向かいましょう。はい、試練には〇〇の試練と書かれた看板が貼っております。試練をクリアすると本の形をした証がもらえます。証は捨てないで持っていてください。一部の試練では鍵も登場いたします、うん、この鍵も同じように大事に取っておきましょう。はい、攻略する試練の順番は自由となっております。はい、死ぬことがありますので、ベッドは各所に置いてあります。探して効率の良い感じでね、リスポン地点にして使ってください。はい、ではね、2枚目ご覧ください。2枚目、ドドン。こちらがですね、もう見るだけでちょっとワクワクしちゃうんじゃないかなっていう感じでね、皆様たまらない感じでご用意させていただいております。はい、5つの試練の名前ですね。1つ目、謎解きの試練。本校舎にある試練です。謎を解いて謎解きの証を手に入れてください。はい、2つ目が知識の試練。ランニングレーンにある試練です。難問クイズを答えて知識の証を手に入れてください。はい、3つ目、迷宮の試練。体育館にある試練ですね。迷宮を突破して迷宮の証を手に入れてください。はい、はい、4つ目が体力の試練。プールにある試練です。プール内を突破して体力の証を手に入れてください。ということで、最後の試練なんですけど、この各所の試練を集めるとてんてんてんということで、まあそれはね、ちょっとやってみていただいて、なんだろう、はい、気になっちゃうね。結果していただければと思います。はい、なるほどね。3枚目ですね。こちらが地図となっております。ご用意させていただきました。あれすごい、3枚目地図、ご用意させていただきました。今回のあれで本当にあれですね。あれであれですね。あれであれですね、うん、ちょっとね、この地図もね、ちょっとよく、まあ初めての方がいらっしゃるので、本当に見ながらね、攻略していってほしいなと思いますね。あれね、ね、パイセン、うんうん、あれそうですね、そうですね、とりあえず分かりやすく書いてくれてるんですけど、私はちょっと迷ったりとかしたんですけど、皆さんの場合はね、そう、大丈夫かなと、大丈夫かな、一発で分かってたからね。私ちょっとね、不安だったんですよ、これ見て、みんな分かるんかなと思って不安だったんですけど、うん、さっき葵ちゃんに見せて一発で、あ、こっちが体力かって聞いてたの、多分大丈夫ですね。大丈夫ですね。バッチリでございます。バッチリだね。ありがとうございます。で、3枚目のね、画像、あ、4枚目ですね。4枚目の画像をね、見ていただきましょう。ゲームの仕様についての説明になります。このワールドのブロックは破壊ができません。はい、はい。で、このワールドは爆発でも、うん、周りのブロックが壊れることがありません。うん。はい。プレイヤーは死んでもアイテムをドロップせず、インベントリーに残る仕様になっています。アイテムをロストすることはないので安心してください。アイテムはロストしない。はい。はい、このワールドにはたくさんのお化けがいます。倒せるものもいますし、時には即死しちゃうものもあります。ええ言っておきます。そうなの、怖いな、即死やだな。はい、めっちゃおもろいやん。4枚目をご覧ください。めちゃめちゃおもろいやん。こちらですね、食料アイテムはワールド内のチェスト、樽、またはシェルカーボックスという特殊なチェストに入っています。チェスト、タル、シェルカーボックスにポーション、シールド、マジックアロー、弓が入手して使っていただくことができます。アイテムにはポーション、うん、シールド、マジックアロー、弓などもご用意させていただいております。めっちゃ良くない？こちらも自由にご利用ください。欲しい。はい、じゃあ最後の画像ですね。はい、で、各所に購買部のおじさんというね、おじさんがいらっしゃいます。
はい、おじさんがね、おじさんがいらっしゃいますね。おじさんがいらっしゃるんですよ。いらなくなったアイテムを渡すと交換してくれるめっちゃ優しいアゲなおじさんがいるので、アゲなおじさん、いらないものとアイテムを交換してくれる、そうだってなった時はちょっと、あ、やばい、オーラル学校頼むよ、マジで。探してみるといいかもしれない。マップにもね、書いてあります。聞いてる？オーラル学校ちゃんと駐車場などと書いてありますので、ね、何にも頭に残ってないよ。おじさんのところに駆けつけてみるのもいいと思います。いいですね、アゲおじ。はい、で桜の木のところにはですね、シチューのお化けがいまして、はい、うんうん、桜エリアには強力なアイテム隠してあることも隠してあるので、食べ物がなくなったり、ちょっと攻略難しいなみたいなところがあったら、桜エリア、まあ、桜エリアに行ってみるのもいいかもしれないですね。無理なんだけど。はい、ということでね、はい、ちょっと待って、こんな感じになっております。今ね、説明させていただいたのに使った画像ですね、リスナーのみんなも見たいと思いますので、ちょっと今パイセン、エルフパイセンのアカウントから優勝しちゃう、こんなの。ぜひね、視聴者の皆さんも、リスナーの皆さんも一緒に地図や画像を見ながら楽しんでいただければと思います。はい、パイセンつぶやいたかな、ハッシュタグも皆さんお願いしまーす。ハッシュタグも一緒にお願いいたします。無理だ、優勝しちゃうに決まってる。つぶやけたかな、とりあえず、鍵と証を持っとけばいいんだね。できましたー、あ、できました。ありがとうございます。よかったね。あ、優勝しちゃうな、これ。くださいということで、はい、パイセンにお返しいたします。すまないね、はい、みんな。ありがとうございます。すいません、ツリーでプラス2の地図以外のやつも載せたいんですけど、なんだかよくわかんないんですけど、エラーが発生してるので、ららら、あの随時随時、あの随時随時ちょっとやっていくので、追加させていただきます。なんだ、今のの字が、のの字が出たぞ。なんでかしらないけど、エラーが発生してるんですね。なんだね、ツイッターもちょくちょくチェックしていただいて、はい、うん、よろしくお願いいたします、うん、皆様。あ、いけました。よかった、ナイス、よかった。ちょっとこれだけつぶやかせてください。すいません、ありがとうございます。じゃあこれちょっとお任せしてしまったんですけれども、うん、じゃあその間にちょっと皆さん最後にね、あのお別れをするので、お別れの儀式の前に一回ミュートを、あれ、耳を白いやつ渡しちゃったみたい、みんなでいってらっしゃいみたいな感じでお別れをかなと、うんうん、水色のお耳だったような気がしたのに、はい、はい、ツイチームの皆さん一回ミュート外していただいて、あのお一人ずつ、あのめちゃめちゃみんなバーって喋るので聞こえないと思うんですけど、意気込みなどバッと吐いて、うん、掛け声などね言っていただいて、はい、チームごとのボイチャに移動していただけたらと思います。はい、はい、うんうん、それではあの開始ボタンを押されたら画面に開始って出るので、あのお好きなように、うん、あの言ってください。楽しみ、嬉しいね、攻略する、楽しみ、攻略する順番はどれからでも大丈夫なので全然、うん、やるぞみんな、ね、リスナーさん頑張って、皆さん、パイセンの掛け声で、みんなルール理解した、はい、いきますよ。準備はいいですか？はい、はい、はい、それでは皆さん、いってらっしゃい、バイバーイ、じゃねー、オーラル加工早っ、もう行っちゃった。よし、やるか、よし、行くぞ、よし、どこから行く？もういいのでね、いいのよね、うん、いや、シャルちゃんに任せる、任せる。あ、いいの？シャル、シャルだけで。シャル、シャルちゃんが試練選ぼう。あ、オッケー。それに合わせて全力で取り組む。全力でやるわ。うん、あと私あんまりルール聞いてなかったから、シャルさん。無理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 だから。今読んで。私行くよ。私基本的にルール見ないタイプだから、行くぞ。いいの？じゃあまずはルーちゃんが得意そうな知識の試練から行きたい。マジ？いやいやいや、うん、絶対体力からの方がいいと思うけどな。体力は前から関係ないから、うん、大丈夫。あ、そうなんだ。体力より知識。あ、そう？オッケー。何がち、どうやっていくんだっけ？あれ、もう始まってるの？始まってる。開始って出た？え？出てなくない？何？開始って。あれ、開始って出てから開始なんじゃなかったっけ？スタッフオンリーのとこ行きかけたよ。確かそう。まだね、行っちゃダメ、行けないと思う。やっぱリーダーがしっかりしとらすわ、ルーちゃん、今日。え、今日ルーちゃんあれ、視点ないから人権ないよ、今日。あ、そうだよ。
やだってほらリーダーだけ取ると思ってたんだもんだって違うよ。取るもね悩んだんだけど。リーダーだけ取るって思ってたんだもん。まあ勘違いしてたんだ。まあ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 でもいや今日は今日はしょうがない。あ俺らがこう。ダメ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 。だからルーちゃんが違う違う。知恵を出してもらうよって。分かった頑張る頑張る。いやそうだよ。いやまあでもそうか。まあそうだよ。そうそうそう。オーラル加工悪くないよ。え人権って存在がないとかじゃないでしょ？人権。いやオーラル加工悪くない。だって普通に考えて私が誘っただけだもんな今日。ごめん。なんか僕これまだなの？僕まだだよ。だってみんな見て、ほらこんなにいるよ。本当だ。じゃあちょっとルール見るか。声に出して読んでいい声でお願いします、うん、頼む。皆さん聞いてくださいリスナーさんは。はい、じゃあちょっとエレセさんのね、はい、ツイート拝見いたしました。あ来ました。あ来た来た。やばいやばいやばい。あすごいすごい。結局何も見てない。おいおいおいまずいまずい。すごいすごい。これちゃんとついてきてね。えっ何ここ。ちょっといなくなったいなくなった。どこ行った。ちょっと知識じゃないの。知識じゃないの。知識だけど今どこにあるのか分かるの。オーラル加工についてこう。オッケー。とにかくベッドで一回寝ないとまずいぞ。そうなの。ベッドがない。ベッドが、まあ、死ななきゃいいのか。うん死なないからね、はい、行こう。分かった。ゴールなんじゃない。そこあれゴール。えちょっと待って。えちょっと待って。早く行こうよ。待って待って待って。いや落ち着こう落ち着こう。ここ行けなかった。いや待って待って待って。やばい。普通に壁沿いに行けば。いやシンプル迷子じゃん。シンプル迷子。おいシンプル迷子じゃんで、ね、待って地図見て助けて。もうここにしよう。あ出口だ。やばいマジで。シンプル迷子じゃん。いや分かった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 。ここの階段看板見よ。どこ。シャルさんシャルさん。どこにあるの。後ろ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 。まっすぐ来て。うん来た。こっちこっち。こっちさ階段登れない。なんか登れる。もうここにしよう。立ち入り禁止。ここにしよう。なんて立ち入り禁止。やばい言ってる。ねえねえ迷子だってマジで。やばいって。ここ入ろう。どこ入れない。ねマジで無理。落ち着いて。まずみんな、やだベッドあるからここで一回寝よう。ここ一回寝よう。分かった。ねえ、なんで？あ、ベッドがない。あ、寝れるから。寝た。入るよ。ここ入る。どこ？危ないよ。分かった。そこに。うん？何ここ？分かんない。迷路？ちょっと待って。体力がやばい。迷路なんじゃない？迷路かも。いけ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 。気にすんな気にすんな。気にすんな。気にすんな。待ってお腹が空いてるめっちゃ。いや自分を信じろ。もう気にするな。行こう行こう。行き止まってる。行き止まってる。オッケー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 。えこれ何ここ。えここ迷路じゃない。ただ単にこれ誰か一人でも行き着いたらいいの。じゃあ3点に分かれた方がいいよ。そういうこと。そう。あでも結局出なきゃいけなくなっちゃうもんね。ちょっと待って、これってさ、本当にさ、ねえ、やばいよ、知識の、なんか簡単そうじゃない？なんかみんなめっちゃクリアしてんだけど。これ飛んでもいいんだったらさ、ここが体力の試練か。なんか迷宮みたいなやつなかった？迷宮みたいなやつなかったっけ？ここ体力？ちょっと待って。え、見えない。ちょっと一回死んで外出る？シャル、もうそろそろ死ぬよ。諦めないで。諦めたらそこで試合終了って言葉知ってる？知ってる。知ってる？知ってる。聞いたことある。多分あの右側のルートをとりあえず自分がその調べられるだけ調べたんだけど、うん、初手左っぽい気がする。初手は今のとこまだ一回も詰まってない。え、なんか戻れなくなった。ちょっと左ルート。あ、分かった。もうすぐ死ぬから。死んじゃうマジで、うん。一旦死んで合流するか。左ルートかなっていう感じがするけどな。あでも待って、なんか赤いさあれ何。あ確かに。あ戻ってこれたかも。シャル出口戻ってきた。あの赤いの怪しいぞマジで。え左ルート。いや待って、でも死んじゃうかな。ちょっと待って。
いや、あの赤いのかも、マジそれしかないな、おかしいもんね、あそこ、うん、あそこだよな、全然二人と景色が違うんだ。あ、でもいる、近くにいる。どうやって行ったらいいんだ、あそこは。あ、ギリなんかハートがね、こっちじゃない、来た。あ、ね、来た。え、ナイスすぎ。来たけど、どうしたらいい、これ赤のとこに今いるんだけど、登れるのそれ、ルータン。あ、来た来た来た。全然効かないんだけど。あ、いや、全員必要なんじゃない、やっぱりこれ。おい、横にいるんだけど、見て、右。え、そう、そこにね、さっき私たちも来たの。え、多分さ、全員なんじゃない。2人で乗ったら今ひび割れてよ、この黄色。あ、ほんと？で、シャルちゃんが、ここにこれ。シャルさん、あの、まず初手は左なのね。あ、え、待って、あ、うん、ね、待って待って、上を目指すために下を見ろ、仲間がいなければ届かないって書いてある、シェルカーボックスの中。わお、じゃあ、あ、来た来た、はい、ナイス、来たよ。んなんだ、あ、え、これどう、あ、どっかい、え、今お、あれ、なんだ今の、あ、なんだ、上を目指すために下を見ろ、え、なんだろう、え、待って、もう一回言って。上を目指すために下を見ろ、仲間がいなければ届かない、だから、あ、分かった、シャルがこれ、あの、これいちかちゃんとシャル乗るから、はい、ルーちゃんこの下の赤いシェルカーボックスをして、え、これシェルカーボックスなの、そう、下シェルカーボックス、あー、で、で、いちかちゃん前行ける、前、前登れないのかな、これ登る、多分そういう意味だと思う、持ち上げて、あ、そういうことやな。タイプだと思う。やばい、島村シャルロット天才？天才じゃん。え、今上がってる？マイクラの仕様的にはそう。今上がってるよね、多分。あ、上がってたわ。上がってて、だから。何それ？なんで上がんのこれ？え、シェルカーボックスだから、あの、蓋が開いてるみたいな。箱なのよ、シェルカーボックスって。待って、もう一回上げてほしい。そう、ずっとルーちゃん覗く感じかも。開けっぱ。ずっと見てる、ずっと見てる。オッケー。で、なんでこれいけないんだろう。うわ、なんかそこなのに頑張れ。これではどう、シャルちゃん、これ両方シェルカー見るとどう、ん、違う、それは違うんだ、わかった、ね、いちかちゃん一旦降りて、はい、試したいことがあって、ルーちゃん、うん、せーのね、あげて、言った時、言っていいから、オッケー、いいよ、うん、せーの、あ、無理だ、同時上げじゃないのか、あ、ちょっともう一回、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 いちかでやっていいよ。多分ルーちゃんは下がってていいかも。乗らなくていいかも。で、いちかちゃん上がって、そう、うんうん。で、上がると同時にジャンプでいける？オッケー、かった。オッケー、いくよ。うん、せーの。ん？あー、今なんかいけそうやったけどな。あ、本当？もう一回、もう一回やってみていい？もう一回いく？いくよ。じゃあ、せーの。え、いや、ちょっと足りない、ちょっと足りない、やっぱり。え、それ以外シェルカーボックスなんかなかったの、ヒント。ないないない、上を目指すために下を見ろっていう紙が全部に入ってる、仲間がいなければ届かない、仲間がいなければ、あ、タイミングが合ってないのかもって、タイミングが合ってない。シャルさんちょっとやってみてください。うん、シャルちゃんが浮いてみて、いくよ、うん、せーの、あ、無理だ、え、じゃあちょっと待って、私エンドレスにジャンプするからさ、みんな何回も何回もピョッ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 って見てくれる？オッケー、うん、ルーちゃんの方がいいかも。くそ、2人で開け、え、2人で開けたらなんか違うの？やるか、じゃあルーちゃん開けて、いく、いけますよ、うん、じゃあせーの、どう？いや、全然ないな。違うと思うな。3人乗って開けるって難しくない？ルーちゃん乗ってシャル開けろ、じゃあ、うん、3人、2人とも乗って、うん、あ、いちかちゃん乗って、うん、ずっとなんかあのいちかさんの体内しか見えないな、私も。オーラルカこのえ、これなんやろ、走り込むほど、いや、走り込んでも一人ここにいるなら多分どうなんだろう。他にヒントない。3人で力合わせってこういう意味じゃないのかな。
いやでもそうじゃない、黄色も開けといてみる。いや開けれないんだ。黄色開けといてみた。私ずっと見てる。じゃあ分かった。じゃあシェルちゃんもう一発いってみて。ダメやな。いやダメやなこれ。え、これ何？え？魔法開ける。え、だからてっきりシャルはなんか赤開ける人、うん、黄色開ける人で舞台行く人で3人、いやそうかなってな、ね、思ったよね。だって3人いないとおかしいもんな。そうだよね。これシェルカーボックスってさ、うん、これ赤だけ？いやいろいろある。他のなんか羊の羊毛と一緒。なんならこの横もシェルカーボックス。あ、そうなんだ。どれ？横。それ使えたりするんじゃない？え？横のやつ。本当ですわ。でもそしたら黄色と同じ高さだから黄色が使えなくちゃいけないんだよ。あ、じゃあ例えばその赤で上げて、うん、でその横、いちかさんの横をさ、例えば開けたら、え、そう黄色さっきね、シェルカーボックスってひびとか入んの？入んない。え、さっきのひび何だったんだ。じゃあ感知しても吹き飛ばせない、メンバーも吹き飛ばせない。 え、さっきの何だったんだろう。まあでも絶対高さ足りないよねこれ。高さ足りない。え、ちょ待って、マジで理解不能。3人でやる。やばい、どうする。3人でこれ。ここ以外になんかあるっけ。あるよ、ありまくりよ。ここが多分、いや違う、このルートの中になんかお助けボックスならぬなんかがある。どうだったろう。ここそこに誰か、あ待って、茶色いなんかあるぞそこに。何が真ん中に。ほんとだ。あー、それさ、ルーちゃんを追ってそこに。オッケー。なんか変わるか見、押して押してる。え、ここから茶色押すの。うん。え、押せんだ。押せない、押せない、押せない。押せないか。うん。いや。なんかスニーク100達成したわ。待って、誰かが赤にいてくれないとなんか目印なくなりそうで怖い。オッケー。じゃあ赤にいるわ。うん。で、あの茶色を目指して歩き回ってきていい？いいよ。いいよ。チャラもちょっと、それ目指すわ。何やろうな。あの、踏むよ。踏んだ。あ、待って待って待って、じゃあ待って。行く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 。ルーちゃんなんか変わってる？いや。ちょっと待って。もう一回なんか踏んだりあれしたりしてくれないか。今ピョンピョンしてる。あ、待って。なんかねピョンピョンするとね。うん。シェルカーボックス、あ、今シェルカーボックス、うん、高さ変わる？いつかぽよ。そう。あ、じゃあ関係ないわ。なんか特になんもない。え、開けても変わらない？あの茶色絶対意味あると思うんだけどな。ね、意味あると思うよ。赤開けても高さ変わんないんだよね。高さ変わんない。え？変わんない。なんだろう。え、なんだろう。乗った状態でそのかん、あれなんだっけ、なんか茶色いカーペットみたいなやつ乗ってもらっていいですか？なんかいる。あ、違う、いちかちゃんだった。なんて、もう一回言って。え？もう一回言って、るちゃん。え？もう一回言って。スカルクセンサーがね、作動すると停止するが出るのね、字幕で。なに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 、ちょっともう一回言って。スカルクセンサー。何それ。スカルクセンサー？そう、だから、一回今作動停止してる状態で何も起こんない。あ、え？何も起こんないルーちゃん、そっち。赤も。見てみる。赤見てみる。うん。うん？ちょっといちかちゃんどう？なんもない。なんもない。じゃあ起動させる逆に。うん。うん、起動。はい、どう？こっちは特にないな。あ、間違えた。いや、
ちょっと待って。あ、どう？ん？いや、待って、なんかね、ん？スカルクセンサーが開始したらすぐ停止されるから、なんか、もう一回やって。今、開始。停止。いくよ、もう一回いくよ。開始。停止。え、そのさ、マジでわかんない。なんとかセンサーってさ、うん、青？うん？青？茶色い。青い？いや、茶色のやつ踏んだだけ。うん、他に地面ないよね、何も。ね、どうかな、ちょっと見てみるね。うん。オンの時オンって言って、オフの時オフって言ってもらってもいいですか？オッケー。ゴー。オン。オフ。上にチェストがある？うん、ある。チェストある。だからあそこに多分証書があるんだと思う、証が。でもさ、あ、待って、もう一個あるぞ、茶色いの。あ、え、じゃあ3つある説は？茶色もう一個あります。それを全部作動させんのかな。はありえる。一緒に押す、乗っとく状態みたいな感じの。ちょっと待って、ん、行ってみるね、そっち。飛んで、うん、ここ、どこ？ここめっちゃ入り口の方だよ。あ、じゃあ見えてないのか。もう一個もしありそうだったら探し、あ、あるわ、ね、うん、踏んだ。 あった踏んだっていうか、押せるよ。押そう。サルも今踏んでる。ジャンプしてる。待って、赤見とく。踏むのはできないかも。ちょうど石の上にある。石っていうか。上に行くために下を見ろでしょ？うん。でも、叩けないから、このワールド。ものを。でも、シルカーボックスは当てれるんだよ。なんだろう。え、これカーペットじゃねみたいなこと言われてんだけど。スイッチじゃなくて。カーペット。カーペット。カーペットはカーペットなのよ。この素材っていうかは。でもなんかシステムによっては、うん、ボタンにもできるんだ。そう、設定次第な感じは。カーペットでもその何かしらのスイッチになりうるってこと？そう。そこのボタンをシャルちゃんが押してたんだもんね。さっき押してた。そこだもんね。え？これマジでわかんないんだけど。え？私。マイクラの仕様は分かっても謎解きシャル初だから。まあでも大体こういうなんか3人で力を合わせるんだとしたら。そうだよね。なんか一緒に押すか。うん、いやでもマジでパッと見た感じ床茶色2箇所って感じがする。え、じゃあでも押せないんだよね。押せてる感じがしないし、上がシェルカーボックスになっちゃってるから踏めないし。ここだよ。それどうやって行くの？こっちから来た。一回このめっちゃこっちに戻ってきた。戻って、あれ、まあだから3人でやるゲームだから、1人だからその感圧センサーみたいなものに乗って、誰かシェルカーでも、この周りでその例えばこのシェルカーボックス、その半マス上がるわけじゃん、うん、でプラスアルファここに何かしらそのジャンプできるような仕様が、うん、例えばあのシェルカーボックスの下にもう一個シェルカーボックスが私たちに見えないけど入ってて、うん、その感圧センサーで上に上がるとかっていうこともできるの？それができるんだとしたら別のセンサーが作動、うん、別のセンサーを作動させる意味もあると思うんだけど、仕様的にちょっと分かんないんだよね。このいや、シェルカーボックスの上にシェルカーボックス開けると、下のシェルカーボックスは開かないと思う。あ、マイクラの仕様だったら。なるほどね。そう、
から誰かがその半マス分、うん、あの高さを上げる操作ができるっていうのが、多分今パッと見た感じだと一番ありそうかな。うん、この赤いシェルカシェルターシェルカーボックスの前に特に何のあれも見えない、ギミックも見えないから、そう、もしあのこれを使うんだとしたらそうかなって感じ。はい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 、うん、そうだ、なるほど。もしくはもう全然違うルートを使うか、この赤いやつとかじゃなくて、赤とか黄色とかのやつじゃなくてっていう可能性はあるけど、絶対ここ使うと思うけどな。やばい、僕たちやばいよ。じゃあどうする？いや下が文字になってるわ、よっぽど時間かけてるけどな。一個のやつがないもんな。やばい。わ、突破してる。いろいろ知識が突破してんのか。知識と謎解きは結構今突破されてるね。これマジでわかんないんだけど。別のやつ行く？まあ、とりあえずルート自体はそこそこ分かってるから、もう多分すぐ戻ってこれるし。どうする？ちょっと待って、もう一回赤のとこ行きたいけど、赤のとこどうやって行ったっけ？こっちの方、あ、きちゃん？あ、きちゃん？でも中っ端いないと取り込む。下を見ろ、上を目指すため下を見ろ、仲間がいなければ届かない。見えないね。なんじゃ、じゃあ別の試練一回行ってもいいかなと思うけど。行くか。うん、そこの看板はね、わかんない。表示されてない。待って、ちょっとルート覚えとくか。めっちゃ人来たよ、でも。体力。パクる？じゃあ。パクる。パクる？ルール。でもなんか突破されたらちょっとムカつくんだけど、こんな俺たちがさ。みんなが他をクリアしてる間に時間かけてたってのによ。あは、悔しいしかねえよな。ちょっと当選簿しなきゃだよ、いちかじゃん、そりゃ。あ、不思議な顔の人いる。いや、みんなシェルカーボックスはないって。ない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 って。あるのね、あるの？いや、ないって。いや、ないって。すごいうるさいことになってる。どうした？ゾンビが、ゾンビが、やっぱここ頑張る。どうする？頑張ってもいいよ、リーダー。今チーズ入ってた。嘘、気づかんかった。嘘、わかんなかった。いちかちゃん、どこ開けたの？どこ開けたの？私、あなたどこに開けたの？あ、これ横の壁全部シェルカーボックスってやつなんだ。あ、そう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 、分かった。飲み物、食べ物が入ってる。いいの？いいな、じゃないんだよ、探すんだよ。いやでも食べ物入ってたって別に変わんなくない？死なないじゃん。うさぎシチューとキノコシチュー手に入れたわ。いいの？後であげるよ。ありがとう。みんなで分け合おう。またウサギシチューと焼き羊肉手に入れたわ。おいおいおい、結構入ってる。うちらめっちゃ、じゃあもったいないことしてた時間。確かに。いやでもこんな地図が入ってたってマジであるの？食べ物じゃなくて。ねえ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 、待って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 、ねえ、赤いとこたどり着いてる子いるよ。まあいいじゃん。でも行けないでしょどうせ。いや、パクるという先手もある。絶対行けない。お、誰だ、食ったの？くれくれよ。
いやでも押せてるよなこれ。なんか持ってるぞ。押せ。あれさっきの音気なせん。あれれ。おかしいぞ。なんか人がいすぎて方向感覚もなくなっちゃった。私ここどこ。一回抜ける。一回抜けていいの。一回抜けるか。抜けるのね。ここどこ。じゃあ外で待ち合わせようや。オッケー。うわかんなくなっちゃった。いちかちゃん、いちかちゃんこっちだよ。どこ。いちかちゃん。ん、いちかちゃん。ルカ子いる、ルカ子いる。あ、違う、シャルちゃんいる、シャルちゃんいる。こっちか。オッケー、抜けた。じゃあ謎解きの試練とか行くか。学校の中入りたいし。あ、何。怪しげな心中。そうだね。あ、大変。私自分だけマイクラの音を聞いてたわ。配信に載せてなかった。あ、やば。行くよ。お二人行こう。オッケー。サクッと終わらせてやるからな。 うちにはオーラルカ子がいるんだ。で、多分ここが、うん、はい、校長室なのかな。映えスポット。映えスポット。映えスポット。どっから入るの。どこ。本当だ、サメがいっぱいいる。あー、嘘。本校舎だから。あ、何してんの。え、校長出てきたんやが。早くされたじゃん。早く来いね。いちかちゃんどこにリスポンした。多分あの入り口じゃない。入り口。はい、こっちおいね。あー、いた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 。はい、行くよ。むやみにしてないように、ね。おい、誰だよあれ。映えスポットって。ここで、はい、やって。ここでちゃんと一回寝てください皆さん。はい、出ました。行くぜ。で、この本校舎に謎解き試練があるから、うん、それをまず探す。うん。あ、おっさんいる。私アイテムなんもないわ。あ、腐った肉あるよ、いちかちゃん。あ、わ、う、交換してもらったり見たら。何があるかわかんないけど。なんかいいのない。いいのないって。立った肉は何もならなかった。何もならないんだ。ワンちゃん先に来た人に取られてる説もある。いや、しかないよもうこれ。シュガーインゼリーほら、あった。え、すごい。よし。で、F1、 1階が謎解きってさ。あります、ここに。謎解きの試練、鍵と本を取ってくださいって書いてあります。どこにいるの。あ、いた。なので鍵と本を持ちます。違う子だった。あれ、あれ、いちかちゃんじゃないよね、るちゃん。かくちんどこの部屋にいるの。いちかちゃんどこにいるの。部屋の名前教えて。あ、ここだよ、後ろだよ、るか子。あ、シャルちゃんだった。いた、こっち。ここだよ。ここにあった。うん。ん、木と本を取ってください。え、一個の束。待って、一個だ。あ、各チーム一つずつ取ってくださいって言うから取ったけど。あ、そういう意味じゃないのか。一人一個じゃない多分。そういう意味じゃなかったわ、ごめんごめん。一つ目の謎読みます。はい。狼の頭、トカゲの胴、狐の尻尾を持つ。人を助けることもあるが、人を惑わし破滅させることもある。答えが示す、うん、場所を示す。その道標はすでにあなたの手の中にある。お金、お金だ、お金、お金を持つ。お金だと。開き方、本の開き方教えて。右クリック。お金、オオカミのオ、トカゲのカ、キツネのネでお金じゃない？なるほどね、頭いい。え、ちょっと待って、マジで本の開き方教えて。右クリック。待って。え、右クリックできない？できない。で、開けないわ。多分さ、
チェストにあれがカーソル合わさっちゃってない？ちょっと待ってね。うん、何もないところで、まあ、とりあえずいいや、とりあえず開けなくても大丈夫、読んでもらえば行こう。痛いんだけど。お金だと思う。この答えが場所を示す、その道しるべは。なんか体力削られてんだけど。すでにあなたの手の中にある。お金持ってる？お金持ってないよ、何も持ってないよ。答えが場所を示す。え、めっちゃ殺されかけてるんだけど。地図見ようよ。あ、開けたわ。お金？お金が関係してる場所？あ、お腹が空いてんのか。びっくりした。なんだろうそれ。でも購買部じゃない？君！天才！行こう。君を天才って言うのか。購買部。私もマジでそうだと思ってきた。あれどこだったっけ？あ、ここ。いちかちゃんそこ死んだとこじゃん。学ぼう。あ、こいつ？ここ職員室だね。購買部ってなんか購買のおじさんは違うんだじゃん。購買部って別にあるんやっけ？購買部はどこにある？購買4階にある。じゃあ4階行こう。じゃあ4階行こう。4階、はい、3階、はい、4階で、奥の右手。うわぁあぁちょっと待って。どうしたどうした、あれにやられてたよ。やだどうした何ね、避けれませんって。いや、ね、どうやって通るのこれ。これさ、ん、購買部マジカロとかあるいるんじゃない。あ、なんかやってくれてない、やってくれてる、すまない、ありがとな。ありがとな、誰かわかんないけどありがとな。購買部、購買部、コマイブで、あ、誰か戦ってくれてる、なんかよくわかんないけどね。ありがとうマジで、君のおかげで僕たちがリードできるみたい。うわうわやった、めっちゃある、もらっちゃった。あれルちゃん、うん、死んだ、大丈夫、俺らの過去は死んだか、戻ってこれる、戻るよ。あいついいやつだって。あいつがいないなんて考えられないよな。一瞬で忘れそうだよね、そういうやつ。え、いたっけ、okay. みたいな感じのありそう。なことないよ。うわぁ、ちょっと悪魔がめっちゃおるわ、めっちゃおる。え、待って、あ、やばいやばいやばい、オーラルカコだったのかな、今の。ちょっと追われてる、オーラルカコ追われてる。ちょっとヘイトなすりつけた、知らない人に。あ、大丈夫？てか、うちは鍵はどうやって使うの？いや、それなんだよね。あ、お、悪魔がいて、私。悪魔がいるの？購買部、4階の悪魔にぶち殺されてるから。え、みんな、お金一つけど、答えが場所を示す、その道しるべはすでにあなたの手の中にある。で、地図を見て購買部に来た。いや、もう絶対購買部なんやが。はい、鍵、あ、死んだ。待って、めっちゃすぐにそばにいる。やばい、こいつらここも来んのかい。うわどうしよう、あれやばい、わ、私を狙ってやがるあいつ。待って、どうせやばい、ルカ、ごめん、こっちから来ちゃう、あっちから行こう。体力の試練突破してってる人いるよ。体力じゃない、私たちの迷ったのは迷路、迷路、迷路、そう、迷宮、迷宮。あ、迷宮か。うん。ルカ子？あれ、ルカ子？部屋に入りながら、こっち来た方がいい気がする。反対側、全然行けたね。反対側行けた？あ、購買部のおじさんいる。答えはが、場所を示す。あ、すでに。お、やだ！うん？
鍵をどこかで使うんだろうけど。あ、またやっちゃった、またやっちゃった。鍵使うところあった？いや、ないんだよね。あ、待って。こいつもしかして私を狙ってる？もう。どうした？びっくりした。何もうあいつ、いい加減にしてよ。鍵がさ、うん、かかってる部屋があるかもしれないって話。鍵かかってる部屋ある？いや、わかんないけど。いや、でもそれだとさ関係なくない？この謎解き。お金の、でも鍵ももらったのは、それを使える何かがあるってことじゃないの？ヒントになるのが購買部に。謎解き関係なくなっちゃうよね。だってあれ問題文、ど問題文なんだっけ？ね、問題文は、ね、人を助けること、あれが人を惑し破滅する。うん、そうそうそう。答えが場所を示す、お金。そのうちにすればすでにあなたの手の中にある。なんだろう、これだよ。まあ普通に考えたら購買部かなって思うけど。スイッチ。ん、爆発してら。うん、図書。おい、そういうこと？図書室ってこと？お金のマーク書いてあるね。嘘、図書室？あ、本当だ、お金のマーク書いてあるわ。あ、そういうこと？じゃあ降りなきゃだ。天才なんじゃん。天才。なんで図書室にお金のマークなんだろう。ここ何室？なんか怖いって。3階、3階。何ここ？あ、いつかちゃんいた。ねえ。図書室今いる。着いたよ。何いく？何？びっくりした。図書室？なんかいるんだけど、図書室に。ガンプラ、神社ガンプラいる！え、何？ガンプラ？図書室に。うん。ちっちゃいガストがいる。ガスト？ガストって何？あ、ね、ルカ子、これさ、あげちゃう。これと、うん、これ、何これ。多分さ、あとで泳げるようになるやつでなんか得しできそう、それ。すげえ、天才。あ、シャロさん、なんか髪型変えた？来たよ。ほんまや。変えた？あの鍵で使って開けたらできる。何？なんか、うん、髪色変えた？あ、なんか巨大な体で回り続け。そうそう、なんかね、帽子あった。帽子欲しい？夜に現れ光出し、その力海をも動かす。時は知らせることもある。ここには一つしかないもの。月？月？わからない。月？うん、じゃあ屋上？いや、そういう安直なやつじゃないんだよ。4、屋上、あ、そっか。待って、4階じゃない。4階のさ、美術室、うん、美術準備室が付きある、うん。そうだと思った、セヤも。ナイス！ナイス。あ、腐ってる。腐った肉いっぱいある。よくないよ。あた、あの、お腹壊しちゃうよ。はい。これ、ご飯って食べなくてもいいんだ。なんかね、食べてるんだけどね、あんま回復。うわぁ！ちょ、ちょ、ちょ！入れなかった。ごめん、私がいたから。何？これ美術室？あ、これは、これ回復するやつ。あれ？今どこ行っちゃった？これ何室？これは美術室。ここ美術準備室。あ、と美術室。あ、じゃあここだ。ね。あ、はい、何？何？美術準備室？なんかここ、なんか変な部屋に入れた一瞬。何だ？嘘。やばい。いちかちゃんがやられてる。やばい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 。
ねえ、シャロさん、シャロさん。はい。このチェストを開けてみて、ここの私の近くにある。ちょっと待ってね。そっち行くにはね。どこにいる？美術室の中。違う、サメじゃない、はい、あれ。あげる。これなかったよ、何も。なんもない。あ！そういうことか。これなんかありそう？なんかね、違う、あの目玉の部屋に行くのね。うん。うん。で、その目玉の部屋で降りる、どうやって降りるんだろう。目玉の部屋からなんか降りれるんだ。目玉の部屋に着いたら出られない。ね、チェストロックされてるって書いてある。出れちゃう、出れちゃう。あ、私鍵持ってくんの忘れちゃった。二つ目のやつ。あ、シャル持ってるよ。一つだけだけど。ここ開ける。チェストロックされてる。開けられない。それ一じゃない？あ、そうだよ。多分ルーチャそれ一だよ。二つ目の鍵は？持ってる？持ってない。じゃあ待って、シャルは配るわ。ありがとう。行くよ。うん。これと一セット。Thank you。これは2セット目。あ、三つ目の鍵だ。三つ目持ってる？三つ目の、あ、三つ目の謎だ。OK。うん、頭があり尻がある、色も様々でたまに姿を消しまた現れる、泳ぐことも座ることも伏せることも忍ぶこともあり時に奪われることもある。なんだこれも。でもあれじゃないかな、多分このアイコンの中から選ぶ、うん、ね、待って、これ一チーム一つずつらしいわ。ちょっとじゃあシャルしまっとくわ。一チーム一つずつだったのらしい。今コメントで見た。やべ。でもさ、待って。うん。そこ、でもさ、それ、そうなの？もうしまえなくなっちゃった。あ、しまえる。まあいいや、しまう。ああ、ほんとだ。確かに。目だね。あ、そうだね。でもこんなにアイコンあるわ。トイレか。でもそんなもんか。うん、トイレやな。3階のトイレだ。うん。行こうか。じゃあシャルちゃん、これもう一個戻しといてくれる？はい。よし、行くぞ。どこにあったっけ、どこにあったっけ、どこのトイレ？3階のトイレ。3階のトイレの肉に行くの。え、3階ってあれがいるんじゃなかったっけ。4階の悪魔だ。なんか音がする。トイレどっちのトイレ気がする。女子？女子？ね、3階のトイレにマークついてる。あ、なるほど。トイレ？あ、ここトイレじゃない。トイレってここかね。ここしかないね。これってさ、なん、あ、やべ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 、死ぬ。これ何チームあるんだっけ。わかんない。多分ね、一人一個じゃない。3つでさ、ひとまとまりだったじゃん。うん、うん、あ、でもそっか、そう考えたら多分、ね、1人1個か。あれ1セット分はあると思う。あ、確かに。なんか取っちゃった。ここ言われたら、何取ったの、うん、取れたの、取っちゃった、間違えた。トイレットペーパー取ったの。あ、じゃあ1人1個でよかったんだ。うん、え、でもトイレ何もないよ。うん、何もないな。でも多分3階のトイレが目なんだよね。目のマークついてるから。でもトイレやな。3階のトイレやで。トイレのしかもなんか違う、ここじゃないトイレだ。もう一個奥にあるのよ、トイレが多分これ。え？ほら、ここな。ここの。いやー！危なっ。え？シャルさん？乗ってる。ね、クリーパーがいっぱいいる。あー、しんどい。え、お化けよりクリーパーが怖い。なんかしかもね、3連発ぐらいいる。いや、追いかけてたぞ今。わお。あっ、スタッ。怖すぎない？めっちゃ怖い。開けるときみんな気をつけて。これなーに、あれあれ
これ上が塞がってて開かないのか。開けるとき気をつけてる。あのいちくちゃん。うん、あいついるな。いるよ。え、ね、クリーパーはクリーパーだ。殴ったらね距離取れるから、距離取ったら死なない。はい、はい、今ボックスあったんだけど、これえ開くんだ中身。あ、開くけど中身ない。あれさっきそういうの一体全体なんで開かなかったですか。鍵持ってないんじゃないですか。鍵関係ないですか。オーラルカコ、トイレットペーパー手に入れた。え、3つ目の鍵誰か持ってる。持ってる。3つ目の鍵持てる。開かなかった、うん、ちょっとやってみるね。何が、3つ目の鍵を持った状態でクリックすればいいのか。そう、そしたらワンちゃん出てくるの。これマジで開かない。私これ何もできない、無力すぎる。なんで開いたんだ今。え、開かない。え、てか何にもできない。嘘でーす。開きましたー。わーい、何を言ってんだあの。嘘でーす。嘘でーす。あった。うん。あ、ちょうだい。鹿の頭。あれ、ちょうだい。頭シリーズ。あれ、はい、ブックじゃないの。うん。あ、ブックじゃないの。あれ、もう今閉めちゃったから私、うん、あれできなくなっちゃった。いや、あれ鍵あれば何回でも使えるけど。あ、ほんとだ。シャルちゃんもう渡したよね今本。はい、鍵鍵ん？ん？いや、シャル何も取れてない。え渡したよ今本。多分ルーちゃんに吸い取ってしまった。あ、そうなんや。はい、ルーちゃんに全部吸い取られちゃう。なんでなんで、シャルさんの方に投げてんだけど私。そう、多分ね、取ってほしい。まあ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 。3つ目、4つ目、4つ目の鍵欲しい。あれ、4つ目の鍵私持ってないな。いちかちゃん、ルーちゃんの分とシャルの分とください。本持ってる。4つ目のルーちゃん、3つ目のやつは持ってる。あ、じゃあ4つ目の本も1つください。あ、でもいいよ、なんか本の見方がね、未だにちょっとよくわかんない。結局これ人数分でいいの。うん、いいみたい。ちょっと取ろうか。なるほどね、大丈夫。はい、賢者の鍵だってるじゃん。はい、え、ハリーポッターじゃん。あれ、4つ目の鍵が賢者の鍵ってこと。いちかちゃん、そうだよ。鹿の頭を持ち、牛の胴、豚の尾を持つ動物。ハリーポッターじゃん。種。鹿の頭。種。この国ではこの姿で現れることはない。なんだろう。鹿の頭、角、鹿。牛ってどう？でも文字足りないよね。まあ、さっきの解き方だと、うん、ダメですね。日本で言うところのヌエ、ヌエだと関係ないもんな。ヌエ。この国ではこの姿で現れることはない。あ、英語の可能性？あ、ディア、カウ、ピック。ディ、え、でも、ド、ディオ、ドッグ？うん、ドッグ。犬？犬かな？犬いる？え、でもドッグのマークなくない？ドッグないか。牛はいるな。牛いるね。ん？あ、食べ物か。牛、アルパカ、魚、サメ。あ、待って、旅行者の裏に犬いるわ。
本校舎の裏にいる。おお。じゃあ最後そこじゃないルーちゃん。行こう。行ってみよう。よいしょ。わけなんて怖くない。行こう。うわあめっちゃ怖い。え？なんかでけえあの顔の。ルーちゃんこっちだよ。あれ？いちかちゃん。なんかサルさんすごい。はい。なんかフェロモンが出てる。嘘。フェロモンが出てる。やばい。いちかちゃんどこ？ここでーす。行こう。こっちだね。え誰かさあれ、うん、迷宮のやつ解けてる人いる？迷宮出てないね今んとこ。出てない。出たかな。ちょっと私が見逃してるだけかもしれないんだけど。まあ私も見逃してると思うけど。あ、賢者の鍵を持つ者だけが通れるってよ。わーい。来てな。私鍵さ持ってんだけど使えないんだけどなんで。嘘。開いた。あ、一チーム一つだけ取ってください。入れた。わーい。本当一チーム一つって書いてあるけどね。でもこんなにチームいないけど。保健室ほにゃらら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 、ショーほにゃらららららら、ら、うん、どうぞ。え、これでもうクリアってこと？多分かもしれない。イエイ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 。よし次行こう。謎解き終わったので次知識行こう。本当に終わったの？え、だって証明書もらったよ。分かった。マジか。行くぞ。はい。後ろ通れないから、うん、行きまーす。ついてきてる。後ろの子あ置いてかないようにね。わーい。え、みんなどこ行っちゃったのこれ。まっすぐ進んでるだけ。後ろの子ダメよ。あ、まっすぐ進んでる。大丈夫。で左ね、左曲がって、うん、でその後また左左。もう鍵とかいらないのかなこれ。いらないんじゃない？けど持っててもいいかも。で、あ違う、こっちだ。うん。ついてくぜ。おうや。ここだー。あ、いや。知識の試練寝とって。うわー、知識かー。大丈夫、ルーちゃんがいるぞ。いちかちゃんあれ寝た？あ、オッケー。はーい。オッケー。待って、でもさ、これ見て、マイクラ、ね、マイクラのさ、知識だよ。私、マイクラの知識マジでないよ。ほんとだ、全員で選んで進んでくださいだって。面白い。でもシャラさんがいるから、シャラさんがいるから大丈夫だ。余裕じゃん。ステーキの方がね、あの、満腹になる。天才か？どっちだな、どっちなの？ステーキがどっち？あ、バツか。あ、上に書いてる、丸バツだ。で、これ、丸？バツだ。バツ？うん。オッケー、じゃあ一人ずつ。真ん中で行く私。おお。おお、次は？天才か？エンダードラゴンの卵はツルハシで取ることができる。うん、ツルハシなんだけど、エンチャントがいるはず。でもツルハシなんじゃない？それは。本当？エンチャントってなくてもいい。俺に任せろ！あーあー！4番で死んだ。騙されたか。皆さん、お二人ともバツバツで来てくださいね。はい。はい、え、ツルハシじゃダメなの？ツルハシってアイテムじゃないってこと？ツルハシのやっぱエンチャントがいるんだと思う。それは別なんだ。それってツルハシなんじゃないの？いや、違う。ツルハシの中の、やばい、お腹すきすぎ。マイクラ内のケーキの正しいレシピは小麦酸、砂糖に卵1、牛乳3。え、牛乳さんだけど、そこんなに多くなかった気するんだけど。小麦2じゃないっけ。バカせろ。じゃあねー。あーあー、じゃあ死んだらしいわ。やったー。ありがとな、オーラルガゴー。おい、忘れるなよ、私の尊い犠牲を。オーラルガゴー。忘れるんじゃねえぞ。ありがとな。シュガーぐらいだ。いや、さっき自己紹介の時に言ってた気がする。どっちだった？中トロだっけ？丸だ。 え、丸だったっけ？死んだ。え、だよね、違った気がする。
やったー、ルカ君。おい、忘れるなよ、私の尊い犠牲を。バツバツ丸バツだからな、みんな。全然違うこと言ってた気がしたの。待ってるぞ、ルカ君。やべえ、私さ、うん、いや、あれなんだよね、中トロ好きなんだよね。あ、待って、ここクリアの私、ね、え、もうもうクリアくれんの？マジ？やったー。あと2つなので、知識のやつめっちゃ楽勝だったけどね。体力？次どうしようね。いや、体力でしょ、迷宮は最後でしょ、うん、そうだね、じゃあ迷宮、うん、そうしよっか。だって迷宮解けてる人いる？迷宮ここじゃないっけ？違う、あれ違う、これじゃない、これはなんか関係者席、この裏のやつ。でもこれ体育館でしょ、うん、あ、うん、体育館のもう一個奥かな。はい、力行くのね。うん、オッケー。よしこープール、あれベッドは？ここだ、プールで合ってる。ベッド、ベッド、ベッド、いいよいいよとか言っていいよとか言っていいよ、うん、いや違う、いいよ自分で言うな自分でいいよは意味わかんなすぎだろえ、なんか寝れないんだけど、おしゃる、なんで？亀がいい、体力の試練だ。え、ちょっと待って、みんな寝れないんだけど、おしゃる、これあれみたいだね、なんて あれみたい、ハリーポッターのさ、あれみたいだよね、それ、うん、あ、もう寝てたの、オッケー、よし、ハリーポッターのあれみたいじゃん。あ、赤ゼロリー行こぎ。これあれ、薬飲んだ方がいい？飲んじゃったもんね。飲んじゃおう。関係ないじゃん。なにこれ。あ、そういうこと？あ、一回死んでからにしようかな。そうだね。一回死んでからの方がいいわ。あ、やばい。あ、あ、なにここ？あ、あ、うわ、死にそう。見えない。え、何ここ？息ができない。え？息が、う、息ができない。あ、これ、あ、あ、シャラさん、シャラさん、これ私ダメだ。あ、これ、あ、私兵所恐怖症だから。なんだ？上に上がれない。兵所恐怖症だから。上がれと、え、なんだったの？これあれだ。囲まれてる、見えないだけで、ここ以外は一気に行かなきゃいけない、いちかちゃん。え、向こうの端っこまで？多分。上から二人のこと見とくわ、じゃあ。うん、行くわ。待って、吸えない吸えない。あ、どこどこ。あ、ここだ。あ、なんか見えない壁が、見えない壁があって。おう、シャルさん、この泳げるやつ渡したい、私、シャルさんに。嘘、結構進んじゃってる？進んじゃってる。ちょっと待ってて。あ、こんなあかんて。いっぱいいるって。いやー、どいてー、どいてー。いやー、うーちゃん、ここ来れる？端っこなんだけど。という夢を見たんだ。ね、それなら取れる。プールサイドね、なんか透明ななんか。あ、入れない。見えない壁があって入らないんだ。いちかちゃん、いちかちゃん、うん、うん、いちかちゃん、これをさ、シャルちゃんに届ける、渡してほしい、うん、あ、取ったよ。え、早っ早っ。えマイクラの帝王なんだけど。えはい、天才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 、死んだからだよ。天才、天才、天才、天才。一回出るわ、じゃあ、シャル。うん。え、天才すぎー。やば、ちょっと、はい、マーメイドじゃん。ポム最強じゃん。あ、ルーちゃん、こっち、マーメイドじゃん。はい、いちかちゃん、ありがとう。ルーちゃん、これいっぱいもらった。はい、あと迷宮だよ、本当に迷宮だよ。ゴー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 。体力の証、何々の前で持って何々。あ、なるほどね。どこここ、これ指示が書いてあるのか。どこですか。水の妖精。横横横横横。あ、こっちか。こっちこっちこっち。最後うちらが苦戦したところだよ。来ちゃー。待って、ちょっと待って、これさ、あれだよね、あの今までのさ、クリアの証をさ、うん、多分組み合わせると最後のキーワードが出るはずなんだけど、私は一つ目のあの
知識、体力、謎解きのやつを取り忘れてるわ。ええ証、知識と体力しかない。知識と謎解きがないの？謎解きの証を取ってない私。あ、いるところじゃん。あ、でもケンちゃんのあれでパカって開けたらすぐ出てきたから、うん、あ、でもなんか別にこれ全部持ってる必要ないかもしれないからそれはそれでいいんだけど、これいらないの？まあいいんじゃない。あ、まあ、後でじゃあ取り行く。うん、いや時間前で持ってるのにだから、うん、全てのメラー見せよ、持って見せよ。謎解きの試練のさ、もあのノートって何書いてあったっけ？謎解きは保健室、うん、ほにゃらららら、なんとか症をほにゃららら。なるほど。じゃあ保健室の、いたたた、あ、保健室の前で全てのいたたたた、あ、やっぱ大事だわこれ。証を見せようか、うん、証を見せようだと思うから。証取ってきたよ、ルーちゃんの。え、嘘、ありがとう、早っ、ありがとう、早っ。マーメイドじゃん。違う、地上だぞ、ここは。地上ここは地上だぞ。ポムの回で流行りすぎな、マーメイド。地上のマーメイドじゃんか。よく見て見て、どこあるんじゃん。ね、もっといいよ、早く。これでもっと完璧。ありがとうございます。何でも持てる。もういいよ、はい、始めよ。すべてどんなことがいいかな。みんなまだここにいるわ。やっぱできないよね、分けるだよね。ここで救世主の僕たちが来ちゃったよ。え、試練ってさ5つじゃないの？あのね、4つクリアした後に5つ目が来る、うん、そう。なんかめっちゃなんかバタバタしてるよ。やっほーみんな、どう、みんな頑張ってる？もうみんなパニックに。え？最後に試練が消化されたれちゃった。おい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 、僕たちが優勝するはず。だから名乗るなって。僕たちがすごいすごい。大変じゃん、ちょっと我々。でもこれさ、終わりじゃないよね、クリアするまでが。まあ、全員クリアしなくてもいいけど、時間があれば2位を目指して頑張ってねって。え、これどうやって突破したんだろう。みんなジャンプしてるか、私もジャンプしようかな。ジャンプでいけんのかなこれ。いや、いけなさそう、ジャンプしてるけど。届かない。なんか今開けたくね。何が？あ、開けたんだけど、迷宮の証。何が？なんで？取って取って取って取った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 。オッケー、帰ろう。3人分と、なんだったら12人分ぐらい取った。ちょっといらんから戻してくれ。いや、戻せない戻せない。ちょ、マジで戻せない。じゃ戻せないんだって。じゃマジで戻せないの。じゃ戻せないから。でもいいから、足りなかったら返しに来よう。大丈夫、180個ぐらい入ってた、マジでガチで。じゃあいいか、一旦帰ろう。外で私会おう。え、どこでさ、取れたのそれ。ジャンプし続けた。でも3人の協力いらないってこと。いや、多分あそこ人いすぎて、あの、そう、みんなで協力しちゃった、もうあそこは多分。あー、なるほどね。うん、やっぱちょっと順番間違えたか。はい、渡す、はい、外にいます。はいはい、こちら、はい、こちら、ルカ子、はい、こちら、それそれ、後ろルカ子、ルカ子、あれ、はい、もらった、ルーちゃん、もらってない。あ、もらった、今入った。あ、どう、やばいやばいやばい。何？保健室の先生の手に全部渡せばいいんだ。行こう。オッケー。どこ？保健室。あ、1階の？桃の？1階の。こっちだ。こっちだよ。うん。うん。こっちか。いや、淘汰されすぎ。いや、淘汰されすぎ。こんな早いもん、すごい、バーゲンセール。最後の試練のバーゲンセールやで。バーゲンセールや。用がある方は鳴らしてください。
あれ？わあ！先生に渡せばいいの？え違う。あ、並べればいいんだ。む、迷宮？体力。知識。確認してくれてる今。先生これ悪趣味だねこの口。先生本当だよ。寝るか。これ次死んだらここに戻ってこれるのかな。そうじゃない。で作業してるわ。本当だ。何？え最後の試練だって。本当です。何？最上階、青く燃えるランタンから寸分の狂いなく勇気を持って飛び降りよ。突き当たるまでに、はい、突き当たるまで前に、次は左に、最後は右へ階段を登れだって。はーい、じゃあ屋上行こう。はい。かっこいい。あれ？じゃあこっちだ。一番最後かっこよすぎん？ね、最上階青く燃えるランタンから勇気を出して飛び降りようなって。えもうハリーポッターじゃんそんなの。マーメイドじゃん。マーメイド一番関係ない。一番関係ない。マーメイドじゃん。ああ。やば。死ぬ。4階の悪魔が燃えとる。4階の悪魔が。私保健室にリスポンしたんだから今死んだら。やめてよ。恥ずかしい。一緒に。恥ずかしいよ。いやー、それめっちゃ。こっち見てる。こっち見てる。青いランタン。オーラルカコが頑張ってるみたいだな。青いランタン。誰とも私がこの4階の悪魔を引きつけてる間に。いやこっち来てないよ。よ。こっち来てないよ特に。そうだよ。青いランタンから飛び降りるんだ。ここで私が。4階の悪魔と愛している間に青くない。上青かな。この階段降りられないんだろう。知ってるよ。いや、たわむれないね。青いランタンってどこですか。どうしようかな。なんかまた違う意味なのかい。ね、まだ謎解きはあるのか。ねえ、こんな純粋に単純に言っちゃったけど。死んだ。保健室に帰ってきた。最上階、青く燃えるランタンから寸分の狂いなく勇気を持って飛び降りを突き当たるまでに。違うとこに飛び降りちゃった。突き当たるまで前に。突き当たるまで前に左右じゃないの。あ、次は左、最後は右へ階段を登れ。ファイファイなんて。あ、やべ。無理。いやー、とりあえず青いランタンが分かんないと分かりませんな。青いランタン、青いランタンは、あ、青いランタンあったよ。え、今の、あ、保健室の先生ごめんなさい。最悪だ。ごめんなさい。あ、猫ちゃんだ。青いランタンどこにあるんだろう。青いランタンね、最初さ、あの保健室から上がった階段あるじゃん、うん、そこを出てまっすぐ突き当たったらある。え、青が一つだけね、ランタンが並んでる中に。え、屋上じゃないってこと。いや、屋上の出たじゃん、扉。はい、出ましたの突き当たり、一番突き当たり。君たちがどこにいるかがわかんないんだけど、どこにいる？奇遇だね、私もだよ。あ、屋上来れましたや。来た？はい、そしたらさ、一緒に出てきたところあるじゃん。あるじゃん、うん、こっち。そうなのかな。これ青いランタン。本当だ。いちかちゃんどこ？あ、いたいた。本当だ。これだから、ワンちゃんこっから飛び降りる？飛び降りられない。前にあれ文言なんだっけ。青いランタンの先に、青いランタンから寸分の狂いなく勇気を持って飛び降りよ。突き当たるまで前、次は左。ここ登れる、もしかして上に。これ渡った、飛んだらいける。ちょいどけて。ん、飛ぼう。はい。え、
死んだんだけど、待って。いや、この上に乗れることはできない、この柵の。さあ、それは無理じゃない。その、だって寸分の狂いなくやからな。それは青いランタンじゃない。え、青いランタンに見えます。ね、青いランタンに見えるよね。てか青いランタンだと思っていたんだが、この上に乗ってさ、柵を通してこの上で落ちなきゃいけない気がするよ。でも狂いなくって言ってなかった？なんか勇気を出して狂いなく。だから青の位置じゃなきゃダメなんじゃないの？あ、そういうこと？あ、ちょっと待って。あ、でもダメか。いや、いけないな。ランタンのとこまで行くって。あ、行けたわ。いや、そう、そこは乗れるんだけど、ランタンが越えられない。ほんとだ。こっちは？こっちからさ、こっちは行ける。え、違う、こっちから向こうに飛び降りるっていうか、飛び越すというか。いけるかな。多分それはちょっと…いけると思う。やばい、混んできた、混んできた、混んできたね。うまいっす。あ、うまい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 。そういうことやな、多分。で、これさ、このまま落ちていいの？いや、それは落ちていいと思う。あー、危ねー、危ねーってか、もう無理や。あ、てか別にここから行けんじゃん。行くよ、じゃあ。本当だ。で、わ、本当だ。で、迷いなくまっすぐでしょ？迷いなく前。突き当たるまで前。突き当たった。怖い。だら？次は左。左ぶつかった。で、右よね。右。え？なんか見え。階段登る。階段登る。え、聞こえて、るちゃん。階段ってどこ？階段。え、ちかちゃんどうやって登ったの？え、何、私。シャラさん、シャラさん進んでくれないと私ずれる。やべ、シャラさん。え、待って、どう進めばいいの？まっすぐ進めば大丈夫。まっすぐ進んで。おお。まっすぐ。うわあ。やべ、押されるわ。すごい。動かない。動かない。まっすぐに進めない。やったー。すごい、待っててくれ。え、3位だよ。やっぱりカッコハテナのつけたせいか。え、ルーちゃんどうやって進んだの？シャル進めない。やった。シャルちゃんはなんだろう、それ。そのまま、そのまま私がいる方に来れない？あ、ジャンプか。はい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 。やった。なんか意外と早かったね。なんかもう10位ぐらいかと思って。迷宮でもうね、迷宮飛ばしてたらワンチャン1位いけたのかもしれない。いや、いけたかもね。いやいやいや、3位だって立派な上位だよ。そうだよ、表彰台には乗れるよ、うん、3位やった、銅メダル、うん、これメダル圏内だわ。うん、そうだよな、銅メダルも十分だよな、うん、ここでくつろいでも大丈夫です。感染者になれるゲートです。感染者になったらゲーム終了まで戻れません。ドアをくぐってね。くぐるか。いいの、頭もくぐるぞ。あ、あ、あ、うおー、すごい、飛べる。え、マイクラって何でもできるの？魔法じゃん、ハリーポッターだ。ほんとすごいんだけど、うん、え、え、何これ、すごい、これ楽しい。え、ちょっとさ、あの迷宮どうやって解くのか見に行きたいんだけど。ちょっと見に行くか。迷宮どうやって解くの、あれ。たか、どこにいたの？え、私はどこにいるの？迷宮飛んで頑張ってる人いるわ。え、どうやってさ、ちょっと待って、ん、どこにいるの？飛んでる空を、空やら。え、どうやって迷宮のとこ行けたの？あ、いたいた、いちかちゃん、いたいた。シャルちゃんどこ？後ろ。あ、ほんとだ。この下よ、下下下。あ、ほんとだ。そう、みんな頑張ってる。わーい、ありがとう。全然今気づいちゃった。多分、うん、この上に上がろうとすることがミスってたんだと思う。あ
え、でも上のチェストに入ってたんでしょ。このチェストをずっと右クリックして開けようとしてたけど、うんうんうん、そしたら触れた。え、どこに入ってんのそれは。そのこのチェスト、このチェストの中。え、黄色の、いや、の真上のやつ。ま、上上、屋上、屋上っていうか天井の。あ、じゃあジャンプして上がったらギリ届くんだ、これ圏内。そう、多分だ、そういうことなんだと思う。だからそもそもこのステージに上が、上に上がろうとしてたのが間違いだった。あ、そうなんだ。え、でもよくこれで届くね。届く距離なんだ。届いた。で、16個も取っちゃった。でもまだ全然あったから大丈夫だと思うよ、うん、だよね。そう、マジで一瞬だったから。だから今からでも入れ直せるくらいだと思う。うわね、そう、うん、面白いな、これよくできてる。え、マジでそれすごいな。あと私この体育館作ったわ。すごい、作ってたね。アニマーレで作った体育館と一緒だわ。完全にした、そういうことか。うん、びっくりした。この企画に携わってんのかと思った。あ、うん、全然全然。企画携わってたらダメでしょ。参加しちゃう。いや違う、なんか建物だけ作ってくださいみたいな、中は見せられないけどみたいな。うん、なんかあの建物だけ、仮の形だけ作ってください。すごい。面白いね。なんかめっちゃいろいろ作られてる、スタッフルーム入っちゃった。プール楽しかった。あ、シャルも入ろう。入っちゃおう。入っちゃうもんね。なんかあれみたい、小学校の小学職員室入る気分。うわっ、何もしちゃダメだよ絶対に。はい、てか何もできないんじゃない。これは怒られるから、もし影響が出たら次から呼んでもらえなくなっちゃうな。立ち入り禁止だよ。僕たちも終了のお知らせだよ。そう、てか誰もいないんだね。誰かなんかいるのかと思ってた。あ、みんなでもあれじゃない、あのクリアする人が出るからさ、そこでお祝い係してくれてるのかも。確かに。あ、頭いい。なんか姫くまリボンさんがずっと校舎見てる。黄昏れてるのかな。黄昏れてる。本当だ。あ、ペンちゃんだ。頑張れ。ペンちゃん。頑張れ頑張れみんな。あ、ドラちゃんだ。頑張れよ。あ、すごい。クリアしそう。誰が？みんな見てる。みんなすごい見てる。クリアしそうな人をみんなこんなすごい見てるんだ。私たちも見られてたんだな。見られてたよきっと。頑張れ。すげえ。頑張れ。あ、あ、落ちちゃった。すげえ。お、最後のところじゃん。そう、今最後のとこ見守ってる。映らなくてよかったのか。あ、二次三次ゲームさん、二次三次ハテナさんたちが今最後のところを通過しようとしている。あ、あ、鉄橋の島村さん、いかがですかこちら最後。島村は柵を飛び越えましたが、うん、飛び越えなくてよかった模様です。そうですね。あ、そうそうそうね。あの外に一回出ればはい、はい、逆に難しく考えすぎました。そうですね、我々やっぱりちょっとあの何もかもあの固定概念にとらわれすぎた嫌いがあるかもしれません、ね。そうですね、マイクラのしすぎは良くないということを感じてましたね。いや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 、いや実況の島村さんの知識がなければ我々クリアなんてとてもできませんでしたからね、うん、いいや、あの、うん、大浦さんの、あ、おめでとう。大浦さん知識の試練 の、 あの体力命がけツッコミがですね、大変大きかったと思います。確かに。なんかさ、あの始まる前にさ、なんかあの2人のね配信のコメントちょっと見たら、なんか、うん、いやルールはルカ子が見てるからとか、あの、うん、知識はルカ子が大丈夫だからって書いてあって、え、嘘嘘でしょ、私説明書とか一番見ないけどって思って。
申し訳なくなってそこからルール聞いてた、うん、ちょっと最後の方だけ聞いてる購買部とかのところだけ聞いてたんだけど、えらい、そう、それより前一切聞いてなかったからすげえ焦った。でもあの配信でルール説明でルール聞いてたからよくなかったかも。まあでもね、うん、すごいよかった。3位すげえな。でもやったぜ。いやすごいよ。いややっぱ一番最初やっぱちゃんと知識から入れてたら悔しいぜ。いやほんとそれなんだよな。悔しい。あんだけさ、なんか入り口がなさすぎて我々テンパりすぎたからさ、うん、そうなんだよな。ちゃんと入り口見つけとけばな。いやそうそうそう、いやマジでね、あれ最初ほんとに違ったら絶対結果違ってた気がする。悔しいぜ。ちくしょう。よかったよ、シャルがあの体力の知る、もう3人ゴールしないといけないってなってたら、いやそしたらもうまだ終わってないよ。本当だよ。私も無理だった、本当に無理だった。ルーちゃんのすぐ言う、うん、あ無理だわっていう諦めが早かった。そして海底2万マイルとか乗れないし怖すぎて。よかった、うん、死んでる。いちかそうやのひらめきも素晴らしかったしね。うん、ありがとうございます。謎解きとかいちかちゃんめちゃめちゃ早かったよね。シャルほぼほぼ 無力だったけど、ああいうの好き。すごい、やっぱおのおのの能力が生きたね今日。能力、うん、能力そうだね。何、うん、能力じゃない。いいですぞ。頑張れ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 、まあ、頑張れ頑張れ。シャルさんのコントロール能力、コントロールキャラクターコントロール能力と、声ちゃんの能力と、あの私の溶岩遊泳。溶岩遊泳ってこと？そう、ツッコミってこと。あと、オラルカコはね、お化けもいっぱい引きつけてくれてた。そうだよ、そうだよ。いないもん、どっか泊まりになんか。なんか宿命の率は多分3人の中で一番高いかも。か一番体張ってたな。そうだよ、そう思うと体張ってるのは一番高い。そうなんだよな。タンクね、オッケーオッケー、うん、フィジカル担当してくれてた、ね、よかった。じゃあ楽しかった。楽しかったね。うん、すごい。なんかマインクラフトって本当なんかこういう企画参加させてもらうと、うん、マジでこんなことできんのすごくねっていつも思ってる。わかる、マジですごいよね。めちゃくちゃすげえよ。マジでできない。誰が思いつくのこんなの。本当にすごいわ。謎解きってのが無理だな。言われたら作れるけど多分謎解きが頭。ねえ、ローマ字で打ったらひらがなに勝手に変換されてんのすごくね、チャット。ほんとだ、嘘。この機能欲しすぎ。これさ、そういうこと。ひらがなですか。あ、ほんとだ、すごくないこれ。すごいね。これあると、おお、これマジすごい、すごい。変換どうしてんのこれ。多分そういうあれじゃないのに入れてんじゃない。便利、便利すぎる。何プログラム、すげえ。てかマインクラフトってすごい、すごすぎない。なんでこんなレベルが高いのこのゲーム。いやマインクラフトもすごいけど、まずねプログラミングの人マジですごい。あでも毎回思う。これあれなのかな、全部公開されてるのかな。その自由にユーザーが介入してこう新しいサービスが作れるようになってるからこんだけ発展したってこと。いやなんか作った人が、うん、なんか概要欄に記載すれば使ってもいいですよっていうのは結構多い。へー、だから要はあれだよね、あの開発者側じゃなくて、うん、ユーザーっていうかプレイヤー側が自由に体験できる、うんうんうん、でなおかつそのサービスを公開できるっていう仕様になってるからってことか、自由度が高いんだ、うんうん、泉ちゃんのあの運動会も多分そのタイプだと作ったわけだもん。
すげえ。マジすげえ。おお、え、すごい、上に立ってる人ちゃんと花火を打ち上げる係なんだ。そう、打ち上げてくれた。手伝ってあげたい。私も花火係するんで実況してていいですよって言ってあげたい。これさ、あ、すごい。これ外に行くにはどうすればいいですかって質問してんじゃん。うん。その後にシャルさんが白米って書いてるの。謎回答にもなってなくない？私今なんかあれ見てたの、なんかどういうシステムなんだろうなと思って、変換どうなってんだろうなと思ってさ、テキスト見てたらさ、うん、これ外に行くにはどうすればいいですか、アンサー白米これちょっとどうですか、ヤフー知恵袋評論家の小林香さん、いやちょっとこれはクソ知恵袋かもな、まとえてなさすぎるな、さすがに。いや、もう解決したと思ったんだけど、それ。え？解決してるの？どうなんやろ？どうやろ？なんかコメント欄でベストアンサーって書いてある。ベストアンサー？は？違うから、知恵袋なめんな。知恵袋もっとすげえ回答してくれるもん。そんな白米みたいなこと言わない。何？キッカさんに相談したい。何？何？ちょっと実は明日までにやらないといけないことがほぼ何も終わってないんですけど。わかんない。それはね、クソヤモだよ。ね、教えてよ。私今日オールだと思ってるのに。え？オールなんてマジでしたくない。お願い教えて。無理。そやーチーム袋教えてください。もう配信を切る今。あと3時間マイクラ、あと3時間マイクラ遊びたいです。やらないといけないことやりたくないです。マイクラやりたいです。もう終わろう。やりましょうよ。え、なんかあったらさ、5時ぐらいだったらシャル全然なんかもう動いてるからさ、うん、電話してしないよ。え、5時は寝てる。だって明日6時起きなんだもん。だってシャル5時出発ぐらいなんだけど。やばっ。朝？あ、家をね、ちょっと用事があって。朝家5時出発？そう、昼前からちょっと用事があって。えぐいね。てかもうそれ寝ちゃダメじゃん、シャルさん。え、そう、今日寝る気ないない。え、確かに5時出発って10ないけど、やらなきゃいけないことがあるから配信は取れないけど、うん、ワンチャンスペースする、うん、いやしない、やめよう、そういう甘えは良くない。え、甘え、はい、ちょっとそういう一括知恵袋に質問。はい。集中力がマジで持続しないんですけど、どうしたらいい。いや、わかんねえな。私結構集中するとすげえ集中力バってなるタイプだからな。いちかちゃん作業進むのすごいもん。どうなんやろな。え、なんでそれ集中力続かないって思うの。え、なんか小さい頃からほんと集中力ないよねって言われるし、うん、リスナーにもないよねって言われる。え、シャルちゃんが。え、だってでもマイクラできてんじゃん。いや、そう、ゲームしてるから集中力続いてれば違うと。え、そうなの。集中してゲームしてるわけじゃないの、あれ。うん、注意散漫しながらゲームしてたの、あれ。え、普通にいろんなこと考えながらやってる。逆にすごくない、マルチタスクで。いや、だから集中できないのよ。だからマルチタスクになってんのよ。集中力ってさ、同じことをし続けることに対する集中力は高いわけじゃん、うん、だってずーっとだって5、6時間マイクラできるわけ。うん、でもマイクラでもさ、なんか違うじゃん、あの建築する場合と散策する場合ととか。うん、うん、で違うのね。いやー、どうなんだろう。え、でも集中して覚えなきゃいけないことが覚えてない。あの、私さ、私も結構集中力ないタイプなんだけど、うん、どうしてるかっていうと、マジで期限ギリギリに始めるのが一番いいよ、うん、いや、マジで、うん、期限ギリギリじゃん、うちらって今、うん、そう、だからマジで焦ってないんだよ今。それは焦ろうや。
いやマジで、いろんな人に迷惑かけるのを分かってるからこそ焦らなきゃいけないのに焦らない自分に焦ってる。あ、でもね、多分それまだ間に合うって思ってんだな、多分自分の中の島村シャルロットが。え、そう、本当にやばい時って人ってそんな余裕ないから、ないないない、そう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 。で、シャルちゃんまだね、大丈夫ってこと、多分うちなるシャルロットがまだ平気やぞって言ってる。そうそう、いける、まだいける、私はまだいけるって思ってるから今余裕なんだ。いや、そうなんだよね、マジ。そう、私もやっぱその、今日9時から配信あるみたいな時に、その配信画面とか全く準備されてない時、とりあえず午後6時まで寝て3時間でなんとかしてる、いつもやっぱ。シャル、なんならあの集合時間にあの配信画面作った。そうだよね、そうだから、それがいい、そのスタイル。いや、そのスタイルやばいでしょ、絶対絶対やばいよね、ギリギリだね、カツン。結果的になんかダラダラ余裕を持って、なんか、あの8時間9時間かけて作業するよりもギュッてした3時間の方が人生の余裕を。いや、そうそうそう、その他の時間に好きなことしようや。そう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 、え、やばいって、絶対怖いよ、どうしよう、怖くないよ。思ってんだけど。ギリギリだろうな。本当にやべえってなったらシャルさんちゃんとやるから。本当？うんうん。いや、そう。なんか期待が怖いな。大丈夫大丈夫。え、てかうちらさ、結局なんかちょっと話、企画の話に戻るけどさ、なんだろう、シールドとか弓とか取んじゃない。なんか道具使ってない。え、てか道具をさ手に入れるよりもさ先にずーっと私たち迷宮にいたんだと思うよ。そうだよね、なるほどね、最初の30分以上ぐらい、30分はいたもんね。そうそうそう、多分その間に漁られまくってたやん、他のとこもうだってクリアしてた人たちいたやん、他の試練。あ、確かに桜のエリア行ってないね。行ってみよう行ってみよう、桜行ってみよう、行ってみる。あ、確かに行ってみよう。桜ってこのでっかいやつ？素敵。駐車場みたいなやつ？駐車場が。え？なんかめっちゃ置いてある。でも全然入ってないよ。なんか。あ、本当だ。全く行ってないね、うちらね。行ってない。あ、でも中身なくない？ない。この木の上には学校創設以来のお宝が眠っていると言われているって。お、じゃあ見てみよう。あー、上か。ここだよって。なんか全部割れてんじゃん。え、ない。全部生まれてんじゃん。すごくない？伝説は何だったんだろう、気になるな。気になるね、何にもないですわ、ね、はい。え、何もないね。みんな来たのか、ちゃんと。え、でもさ、これ私本当に本当に最後にならなくてよかったわ。私こういう時にあの一番最後に誰か待たれてるってなると本当に何もできなくなるタイプだから。ん？何？どうした？なんか何これ？てかこれさ、勝手な希望なんだけどさ、あれ、あの映えスポットさ、暗くなくない時に写真とか撮れるの？あ、お化けがいる。ね、撮りたいよね。確かにないんだろ。中には。なんだこれ。なんだこれ。あれ今どこ？点滅してる。点滅させることもできるの、敵を。ん？どこだ？お、なんか人参が違う。どこだっけ？わ、ウサギ小屋があるよ。違うのか。そう、鳥がいっぱいいる。みんなで、みんなで見てる。応援してんだね。うわ、すごい。サメがいっぱいいる。あ、かわいい。こうやって見られてたんだな、私たちはね。そうだね。ちゃんとした。本当にめちゃくちゃみんな見てる。ね、めちゃくちゃみんな見てるよね。みんな見てるね。恥ずかしい、これ。みんなにこんなに見下ろされて。いや、ほんと。
でもうちら3位だから2チームぐらいで済んでよかったね。よかったね。確かに最後はもうみんなが大歓迎してくれる。ほんとめっちゃ見とる。あ、チャオさんもしかしてまだずっと暗い？暗い。え？あ、そうなんだ。だからなんで？わかんない。だから映えスポットで映えたいけど、うん、なんか真っ暗になると何がどこにあるか見えない。まだ暗いんよ。え、まだもう暗くないの？明るい。私といちかさんの画面は明るいよ。なんで？あれ、画面共有しましょうか。大丈夫？聞いてみようか。一回なんか入り直したりとか。あ、このワールドに。なんか、確かに。うん、クリエイターモードにするやつとかを一回もう一回通り抜けてみるとか。あ、確かに。あー、なるほどね。あれ、残り2チームって言って結構経ってない？あれ、なんか結構なんかもうみんな。うん、2チーム以上突破してるイメージだったけど。残り2チームって言ってたんだっけ？うん、なんか言ってた気がする。え、これさ、うん、どうすればいいんだ。見てみるか。うん、配信プレイサイズ、クリアして幽霊になったのですが、画面が少ないのですが、明るく、画面が暗く、他のメンバーが明るいと聞いたのですが、どうしたらいいのでしょうか。すみません。明るいんだ、みんな明るい。そう、みんな明るいよ。ここでアンサー白米来たらシャルも何にも分かんないよ。昨日ドーラさんその気持ちなんじゃない？いや違うよ、ドーラさんは。トルちゃん、どうしようって、うん、え、ちょっと待って、なんか白米ってきたんだけど、あ、何かの謎解きかなみたいな。あ、まだ続いてるみたいな。ヒントは白米っつって。よかった、ドラちゃんで。とヒント。白米。いや、うまいものまで。似てないよ。似てた今。え、白米うまくない？ちっちゃい子なんでしょ？え、めっちゃ似てる。ちっちゃい子なんて何？シャルちゃん。大きい子なんて何？シャルちゃん。え、ネタバレ？急に。何それ？子なんて大小あるでしょ？え、そうなの？うん。子なんて大小あんの？え、知らない。初めて知ったんだけど。初めて知った。シャルさん、大きい子なんとちっちゃい子なんそれぞれモノマネしてみてもらってもいい？なんだこの。え、いや。ちょっとモノマネ NG なんでわかんないけど。あ、そうだったんだ。なんかあの象徴的なセリフとかある？え、バッキャローだっけ？バッキャロー、じゃあバカヤロー。大きいコナンの方はバッキャローで。いや、バーローでしょ、バーロー。バッキャローって。いや、バーローね。ちょっと待って、ちっちゃいコナンの方は、ちっちゃいコナンバッキャローって、急にちょっと田舎から出てきたみたいな。おもろいんだけど。いや、ちっちゃい子なんは普通にあの、蘭姉ちゃんっていう子やな。蘭姉ちゃん、じゃあ大きい、大きい子なんはなんていうの？蘭ちゃん、蘭ちゃんじゃないや。蘭姉ちゃんのことなんていうの？ちょっと田舎すぎて。ごめん、私は日の熊蘭の方が言い慣れてんだよな。え、蘭。もう、いや、もうそれ大きい子なんていうか、そっか。
そうだよね、大きい子なんだよな。そうだよ、みんなネタバレにはちょっと配慮していただいてね。ネタバレには配慮してください。そうだよ、そうだよ。バッキャロー、バッキャロバカにしないでよ。バッキャロ、バカになんかしてないよ。してるわけないじゃん。するわけないじゃん。うん、するわけないよ。私たち一秒もシャルさんのことバカにしたことないよ、今まで生きてきて。そうだよ。うん、そうだよ。あるわけない。あの、明るくなるのよ。分かんなかった。ごめん、リスナーさん。ちょっとなんか、時間的にもう。バッキャローマジおもろいな。あ、え、バッキャローじゃなかった。明るい世界、私の画面共有大丈夫？ね。あ、でもね、それを設定するのにね、ちょっと怖さがある。あ、オッケーオッケー、じゃあやめよう。ありがとう。でもめっちゃ助かる。え、だから終わった後スクショ撮れたの？スクショ撮りたい。終わりなんか各々で決めていって。うん。うん、どうしよう。私あの現実見たくないからもうずっと前からしてたいんだよね、正直。メンタル怖くなっちゃう。いやなんかね、現実見たいけど多分見ないんだろうけど、マイクラはした方がいいんだろうな。あっちなきゃダメ、しんちゃんダメ。だって配信さ、配信終わってさ、うん、でコメントのみんなともバイバイしてさ、うん、でシャルさんとさ、イスカさんともバイバイするでしょ。そしたらさ、うん、なーも終わってない部屋に一人きりなんだよ。いやわかる、ポムの会が解散した瞬間シャル慌て出すと思って。やだよ、やだ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 。え、お風呂さん入った？お風呂、お風呂入った？入ってない。いいねー。いや、やることあるねー。お風呂入って、終わってお風呂入ってやんなきゃいけないことして、うん、明日朝6時に起きないといけない。え、シャル、なんなら準備してないよ、明日の服とか。何も。おもろー。うわ。うぅ。やだ、ずっとここにいたい。俺、学校の階段になる、もう。俺、どっちの意味？どっちの意味それ。本当のシンプル階段なのか。お化けってこと？いやでも2週間後に瞬間移動したい。なんで？わかる。全部が多分一回終わってるはず。いや一回終わってんね。とんでもねーことになってるかもよ。とんでもねーことになってる。マジで逆に。うん。止めるわもう。え、何やっちゃったの？いやもうどうしようもなってても、さ、終わってるもんは終わってんじゃん。もうなんかいろんなことが。そうだね。もうなんかでまた新たなさ。うん。扉があるけどさ、それまでちょっと長い道のりがあるから、うん、てかさ、私たちにはさ、一番大きい門がさ、12月3日にさ、残ってるわけだから、うん、あそこをなんとかしないと、もうその前の小門だから、もうほんと、さまつな問題なわけじゃん。まあ、そう確かに。小門がでもでかくない、うん、そうなんだよね、うん、いや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 、えぐい、こっちか。えぐいよ、えぐいよ、終わりたくない。この配信を、この配信を終わらせに来た。終わらせに来た。終わらないねー。かっこいい。うちらの企画じゃないのに勝手に演じを求める声。終わらせに来た。かっこいい。シャンクス。一番終わらせたくないと思ってる子が終わらせに来てるからね。確かに。かっこいい。今黒ひげとシャンクスが戦ってるわけ。うん。うんうん、ぜーは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 ー、このマイクラは終わらねえと、あとこの配信を終わらせに来た。今どんな感じ、どんな感じ先生ってる今は？マジで黒ひげがクソ強い。いやあ、さすが四校、四校同士のもう戦いはもう怖いわ。黒ひげって四校なの？そうだよ。そうだよ。ほい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 。さっきまでのネタバレに配慮したシャルさんはどこ行っちゃったんだ。ネタバレに配慮したシャルさんはどこ行っちゃったんだよ。なんてらバッキャロー。バッキャロー。私まだ敗北者だからな。そうなんだ、私まだマリンポートにいるんだ、みんな。仕方ないな。いや、ワンピースこんなに大盛り上がりしてるのにまだ見てない方が悪い。そうだよ。そうだから、そういうことだから。本当にポムの回、マーメイドの次、バッキャロがよく見て
素敵ねこれでもっと完璧なんでも持てる私はすべていいのシャルちゃんマーメイドって言わない方がいいよアリエルって言った方がいい前奏からやるなこれでもっと完璧テイク2だからテイク2今笑ってるぜ今もハイなんだよねハイだろうね多分うちらこの後またハイになるよ、うん、ランナーズハイってやつ眠れない夜が来る眠れない夜、うん、なんでもないようなことが幸せなんだと思うなんだっけそれなんだっけあ、なった明るくなりましたはいナイスナイスナイシュう明るくなったうわめっちゃよく見えるそうすごくよく見えるそういう世界で見てたうん、え何これすごあここに飛ばしてたんだめちゃめちゃすごいよすごいわ、カメさんがいっぱいすごいあここに落ちる人もいるのねあー面白頑張れ頑張れ頑張れわっなになにハロウィンボックスとかあるじゃんわ頑張れ頑張れカメがいっぱいプロジェクトだわっこのハロウィンとかめっちゃ面白そうあれハロウィンうちら通ったっけハロウィン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 うわーチェスみたいうわーすごい頑張れ頑張れうわーサバーサバーうわーわーすごーいまるでワールド普通のワールドを覗いてるかのようだ普通のワールドを覗いているんだよねえすごい意外とあれなんだね、ちょっと上だったんだね集合を、あの場所というかゴールのあ、そう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 え、これはさ、あと何チーム残ってるのわからないワンチームじゃないワンチームうんふんあ、ワンチームだね、いいなこのこのクリア後の風景を見ながら、うん、ボムが喋るのおもろいなま、僕ら3位ですから、うん、銅メダルだから、そうだよやっぱほらこの時代やっぱ銀メダル、うん、銀メダル、うん、銅メダルがさ、うん、うぞうむぞうが、うん、うぞうむぞうがはびこる大海賊時代だから、うん、そうだよ、うん、なんだっけ、ね、銀メダルがうんぬんって言ってたワンピースのキャラちょっと忘れちゃったわわかんないわかんないそいつって今も出てきてんの？あのね、みんなの今と私の今って結構時空がずれてるからえ、ねえルーちゃんさん呪術見てる？呪術はあの TikTok でしか見たことない TikTok なの、うん、TikTok で、TikTok ので切り抜かれてる、うん、TikTok 何切り抜かれてるあれが切り抜かれてるよ五条悟のかっこいいシーンがたくさんあーあー大丈夫僕最強だからそう大丈夫僕最強だからててつててんってやつててつっててんてててれるなよてなあてれるなよっていうのえそこまで知らなかったちょっと待ってえ待って五条悟っててれるなよって言ってるでしょ領域展開を教えてくれるんだよてれるなの要はあるんだけどさ、えそこにえ、あれって繋がってたんだなんかそれをなんか編集してるんだよね五条悟の名シーン集みたいななるほどね五条悟さんめっちゃ人気だね、うん、めっちゃ人気うちのお母さんマジで大好きなんで五条悟やっぱ側がいいってこと顔面偏差値高すぎるってことでもさ目隠してるバージョンがシャル好きなんだけ
言ってたね。言ってたね。なんで？え、なんか目は眩しい。え？かっこよすぎるってこと？整いすぎて怖い。直視できないってこと？なんか見てー。美形の中の美形ぐらい。見たことないの？うん、あるよ。あ、びっくりした。じゃあそういうイケメンのことじーっと見つめる機会なんてないからね。あ、あれだよ、アマプラで呪術あるから停止ボタン押したら見れるよ、ずっと。いや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 、そんな映像なんかじゃ別に何も響かないんだけど。いや、映像でも意外とうわ、美形だわーって思う。私あんま思ったことないや。そやもう次元で。え、あのさ、もしさ、うん、あの呪術廻戦がさ実写化したらさ、五条さんとる誰がやるんだろうね。やらないでほしい。やっぱあれかな、なんだっけ、石橋渡るみたいな。待って、違う、やばい、石橋渡るに脳内がやられてる。いや、あの人だろうなって人いんだけどさ、あの人だろうなって思う人言ってみて。石橋さとるに脳内をさやられてて、マジで石橋さとるしか出てこないんだけど、どうしてくれんの。あのさ、お願い、あの、いや、あれでしょ、あのさ、すごい顔がシュッてしてるさ、なんか、え、シュッみたいな、整ってるよみたいな、すべてのパーツが完璧な配置みたいな人いるじゃん。作曲さん、作曲家の方、え、誰、え、あの人じゃないの、あの人。どれ？ちょっと待って、顔が出てきてるの。あ、吉沢亮。あ、それ、なんでわかったの、吉沢亮。いや、吉沢亮はだって言われてるもんね、マジでイケメンって。あ、そうなんだ。うん、吉沢亮じゃない？あ、そう、国宝級って言われてるんだ。すげえ。吉沢亮。吉沢亮だね、多分。うん、吉沢亮。吉沢亮さんしかできないんじゃない、逆に。そうだね。うん。そう思うよ。うん。それか、真剣佑さん。よう名前覚えとるね。海外のかな。いや、ジャパンだよ。あれだよ。真剣佑ってこと？あのね、マケン、マケンユーさんはね、シャルもね、調べたことある。ルローニケンシンの最後の映画の敵役、最後のボス役で。え、どこで区切んの？マケンユー、マッケン、マッケンユーなの？いや、マッケンユーが名前。え、新たマッケンユー、マッケンユーっていう名前なの？そう、うん、すいませんでした、大変そうに。マッケンユーマッケンユー、見たマッケンユーなんだ。なんかマッケンユーでも、まあでも、え、ねえねえねえ、そんな違和感ないかも。うん、今から2位インタビューしますって。うちら3位インタビューあんの？ないかも、ね、ないんじゃない。2位だけあってないないでしょ。ないかもね。あ、ないんだ、うん、じゃあ私が勝手にやるわ。あ、お願いします。じゃあ、じゃあちょっとあの見本見して。台の方に、台の方に来てください。はい、台どこ、どん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 、はい、ここ、ここ、ここ、上に入ってる？もしかして、え、でも3位インタビューだって。ほら、え、行けばいいの、これ行こっか、こっちかな。お、お、お邪魔します。アース、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、なんと3位入賞ということで、おめでとうございます。うわー、悔しい。ということでですね、あの感想とかをね、お一人ずつ聞けたらいいなと思います。お一人ずつぜひ教えてください。そうですね、最初、一番最初、迷宮の謎行ったんすよ。あれ、迷宮の試練か。見てた、え、見てくれてました？うん、見てました。大注目してましたね、こちらの視点でも。いやー、もう何にもわかんない。いや、本当に。実はた迷路行ってたのが、うん、初めが多分この優勝候補チームさん。そう、一組だけだった。出て前のね。そうなの。一人ぼっちでしたね。そうなんだよね。だから迷路自体は解けてたんですけどね。いや、そうなんですよ、うん。そこからが難しかったよね、きっと。難しくて。なんかどうしてもあのステージの壇上に乗らなきゃ乗らなきゃって思ってたけど、上の、うん、チェストが全く目に入ってなかったんですよね。あ、そこだったんだ。
いやヒントくれればよかったのに、エルセちゃん。あーごめんがね、ごめん、申し訳ございません。いやそうですよ、そう、こちらもね、心が苦しくなっちゃって思ってね、伝えてたんだけど、あーこっちの受信の問題でした、ごめんなさい。届いてなかった。いやでもめちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではお次の方お願いします。はい、あ、じゃあちょっとね、最後はあのうちの島村ソルトが締めてくれたもの。方がね、喋るんですけど、いや、はい、あの私はマイクラ普段そんなにプレイしないんですけど、こういう風にその、うん、いろんなギミックが詰め込まれたステージって本当に面白いなと思って、本当にもうハリーポッターじゃんと思って、むちゃくちゃテンション上がってすごい楽しかった。嬉しい、すごく簡単ね、すごい試練がたくさんあって、そのいろんな感じ の脳を使ったり、そのコントロール能力を問われたりっていうところで、あの、うんうん、いろんなね、あのプレイスキルを試されるのが本当にめちゃくちゃ楽しかったですし、うんうん、あのぜひともね、あの次回があったらちょっと優勝したいので、また何かしらのタイミングがあればぜひお願いしたいな。いやもうだけぜひ我々もやっぱ一番最初に迷宮を選んでなければほぼ優勝だったっていう。いやそうなんですよね、本当にありえますね。いやありえるありえる、視野に入ってたという意味では、まあ大きい視野で見たらまあ優勝かなということで。そうですね、そうですね、そうですね、見たらね、大きく見たらね、優しい、ね、みんな否定して、否定はしないんだ。ありがとうございます。こんなに見られるもんかと思ったけど、優しい世界、楽しかったです。よかった、楽しんでいただけてよかったです、ね、ありがとうございました。では最後にシャルロットちゃんからお願いします。はい、初めてすぐの時に、まあ、迷宮でも迷ったんですけど、その前にうんうん、なんだろう、どこから入るか入り口を探す時点でも結構うちら、いやそう、暗闇を走り回っちゃってたね、うんうん、確かに泣いてたもんね。でもなんかそう、最初の方は絶対多分このままだと絶対10位か15位ぐらいだぞと思ってたけど、なんか途中から2人がテンション、まあ、シャルも含めて3人テンション上がりだして、うんうん、で2人がリトルマーメイドの歌を歌い出した時はもうどうなるかと思ったけども、気になっちゃうのしてるのしてるのどこでリトルマーメイドですかね、リトルマーメイドの合唱が始まるぐらい、いやもうすごい盛り上がってくれてるんだ、すごく楽しくて、なんかずっと自分自身なんか企画を立てることはあっても呼ばれたことがなかったので、すごく嬉しくて、うんうん、めちゃめちゃ楽しかったです、まあ、よかった、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。いや本当にありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、優勝候補チームでした、おめでとうございました、恥ずかしい、恥ずかしい、やばい、恥ずかしい。優勝候補でしたって言って3位なの恥ずかしい。恥ずかしいね。ちゃんと次からは名前変えないようよ。え、だからなんでさ、名前変わったの、うん、え、なんかさ、3人でさ、うん、コラボした後にさ、うん、いしかちゃん名前出したってシャル言ったじゃん。うん。で、あ、出してない。ポムの回でいっかって言っていいんじゃないって言って提出されたのが優勝候補。いやなんかみんな別に何でも良さそうだったから、まあじゃあ適当に決めようって思って。あ、なるほどね。うん、ポムの回を言っても、うん、え、な、何ってなっちゃうと思ったから。ああ、説明がね必要だ。そうそうそう。一番最初だって、私たち実はポムの木の案件を狙ってた。いやそうってなっちゃうなって思ったの。ポムの木がお好きなんですかって聞かれて、いや一度も行ったことなくて。あまりにも。確かにね。ああ、だからよかった、優勝候補でよかったよ。そう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 、確かに。じゃどうせだったらいじってもらいやすく、かつ目立ってやろうと思って、うん、ああ、ね、これにした。天才だわ。よかった、3位になれて。これでどこにも属せなかったら
本当にかっこ悪いよな。本当にかっこ悪いよね。でもさ、いちかさんそういうとこあるんだよね。なんかわざと排水の陣敷くとこある。いやあるね。生き方がさ、生き方が常にさ。排水って排水？そうだよ、ね。そうだよ。排水口の排水。常にだからそうやって排水口を背負って生きてる。いやそう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 。いつ自分が次お水として吸い込まれるかわかんねえ。うん、そうだよそう。ああ追いやられてんだ。なるほどね。でも汚くないそれ。うん？だから汚ければ汚いほど燃え上がるタイプだから。うん、ああなるほどね。いやそういうことだ。うん、うん、そうだよ。はい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 。かっこよ。だから四面楚歌&排水の陣で生きてる。排水の陣です。へえ。まあどっちに転んでも美味しいからね。そうだね。そうそうそう。1位取ったらほらねって言えるし。うん、取れなかったら取れなかったね。いやまあねっていう。そうできるからね。うわあ。でもなんかあれだね。やっぱそうやいちかにはさ、唯一ムリムリとさ排水の陣があるからさ、シャルさんにもなんか欲しいよね。いや待ってそれを言う、え待って、うん、あそっか、うん、なんか二つなみたいな、あ唯一ムニムニのイチカみたいな、あーかっこよ、かっこいい。えちなみにルーちゃんだったら何なの？私はね、うん、おの手のルカ子かな。おの手？うん、何手がおのなの？どの手？うん、そうなの？あーそういうこと？何でも切っちゃうぞみたいな。そうそうそう、みんなには隠してたけど実は手が斧になってるの。えあれじゃん、最近あれチェンソーマンが流行ってるから。あそうだよ。実はすごい、斧の悪魔と斧の悪魔と契約したの。あーなるほどね。そうすごい。流行りにめっちゃ追いかけすぎじゃん。チェンソーマン斧なわけなくない？いや違う、チェンソーマン頭がチェンソーだからなんかどっかをなんかのものにするっていうのが流行ってんのかな。流行ってんだよね。ああそうなんだ、ね、うん、いいじゃん。だってさ、うん、強い方がみんな好きでしょ、うん、チェンソーマン。チェンソーマン知らないんだよね。あええそうなんだ。見たことある、なんかツイッターかなんかのトレンドで、うん、なんか人の山の上になんか頭チェーンソーで突っ立ってるのは見たことある、うん、そうだね。うん、それだけ。でも私も1話しか見てない。今何話まで出てんだろう。2話、2、3話ぐらい。いや私アニメ見てないんだよな、漫画しか。あそうなんだ。 あれシャルさんってグロいのあんま好きじゃないっけ。うん、わかんない。でもね、無理そう、無理そう。でも黒羊は見れる。なんかね、東京グールは見れる部分と見れない部分。黒羊ってグロかったっけ。なんかね、死神がこう、あなんかグロい時あるたまに。そうだったっけ。狩るからね、悪魔だから血はドワドワ出るよ。東京グール悪魔だからね。悪魔で、じゃあシャルちゃんグロダメだったら悪魔じゃないってこと。そうだね。いやそういうなんか決めつけよくない。あーじゃあシャルちゃんやっぱ天使なんだ。ね、そういうき、なんでそんなんの。いやいちかさん、もう悪魔も、うん、悪魔も多様性の時代だよ。そうよ、言ってやるじゃん。なんでじゃあシャルちゃん今そんなこと言ったの。悪魔だよって、悪魔だからそりゃグロあるっしょみたいな感じのテンションやって。あじゃあ違うな。いや待て、でもちょっと待って、聞いて、うん、だけど、うん、多様性の時代があるから。だけど、そっか、そういうこともあるよね。そういうこともあるよ。そうだよね、うん、ルーちゃんのさ、うん、あれの言葉シャル見つけたよ。何？かわいいの見つけた。ルーちゃんのさ、この間、うん、今絶賛ヒットしてるじゃん、ルーちゃんのミニキャラみたいなのが今。うん、あポムルカコね。そうポムルカコ。うん、ポムルカコのキャラクターの絵を頭に思いついて、うん、八の字のルカコってどう。かっこいいじゃんね。どこから来てんの、うん、前髪が蜂っぽくない感じのウェーブ感という。あ、まあ、
街はやっぱ末広がり言うて縁起もいいし、うん、数字の8は横にしたら90度回転したらオメガ、あ、いや、オメガじゃない、間違えた、無限だからね。そう、いいじゃん、インフィニティじゃん、いいじゃん。8の字のルカコ、ルカコって無限だもんね、だってね。そうだね、実はね中身ねえ会話中身ねえ、めっちゃ詰まってんじゃんいやペラペラだろおい何言ってんだ、無限なんかこっちは中身ねえ、なんで何言ってんだ、無限だぞ何が薄いのよ。いやいや、こんなにコナンの方が薄いわなんかお話急になんで急に引き合いにコナン出てきたの。いやだって薄さだったら全然コナンの方が薄くないなえ名探偵のコナンの何の話してんの今。大将の話いや大将は分厚いわかなりいやすげえ濃かったじゃん。いやめっちゃ濃かったぞいやいや大きいコナンの口癖はバッキャロバッキャラ、どういうことなんだよマジで、うん、もう偽物だもんな普通にいやわかんないじゃん、おパチボンじゃねえかそのコナンこのままだとだってあれだよ、シャルさんの2つなあ、そうだよそうだよ、パチモンのシャルロンとなっちゃうよなんでシャル自身がパチモンになっちゃうの違うでしょうよ絶対。何？大将のシャルロット。大将。シャル関係ないって。あれはだから大ヤコブ小ヤコブみたいに大シャルロット小シャルロットみたいな感じで大きいシャルロット小さいシャルロット作ろうよ。あ面白い。どういうことだよ。いやこっちだよな。いやもうコナンの大将に関してはこっちも聞きたいんだよな本当に。いやだって大将じゃんあれ。そうだね。まあ、大将と言っても過言ではない。え、じゃあなんて言い換えてんの。いやいや、あれも別人だから、うん、あれ、いや別人だから、工藤新一と江戸川コナンだから。え、一緒じゃないの。え、一緒じゃないよ。一緒じゃないよ。一緒と思って生きてきた。え、シャルさんってコナン読んだことないのうん、あーそっか、なんかネットミームでは同一人物って言われてるけど実際違うからねあ、そうなんだ。そうだよ。え、あ、そうなんだ。シャルちゃんってコナンさ、うん、どれぐらい見た、知ってる。あ、でも基礎は知ってるよ。基礎女の子がうん、なんか危ない薬飲んでちっちゃくなったそうだね、あーはい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 、なるほどね、あれね、うん。でいつもおじさんは首をコナンに打たれる。そうだね、確かに体が縮んでしまっていただもんね、うん、うん。で、あ、蝶ネクタイでマイク、蝶ネクタイがマイク、そうだね、腹話術ができる、確かに、うん、合ってるじゃん全部、合ってんの、うん、そう、うん、だから結構知ってる。だからあれだと思ったの、2人だと思う。え、大将、でもさ、コナンの大将ってことはさ、コナンが大きくなってるってことだよね。あ、すごーい。あ、ほんとだ、最後が、いや、おめでとう、おめでとう。あれ、お一人だったのかな。え、あれ、一人しかいなくない。いや、今2人来てる。あ、ほんとだ、ほんとだ、歩いてる。頑張れ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 すごい、みんなに囲まれてる。めっちゃ囲まれてる。え、てかこの頭の上のサメ可愛くないこれ。ね、可愛いよね。いいなサメ、すごいよね。なんか優しそうなスキンのサメだけどさ、うん、サメって海の中じゃ強いじゃん、うん、強い。え、友達にシャチとかいるタイプかな。
いるんじゃない。そしたらさ、二大巨頭じゃない、サメとシャチって。でもシャチの方が強い気がする。シャチが一番の王だよね、確か。へ、うん、そうなんだ。サメは意外と、まあ結構そのジョーズとかでホウジロザメが獰猛なイメージだけど、うん、シャチロットいいね一字違いじゃん。ねえ違う、なんとかのシャルロットじゃなくて、もう名前いじられてるよ、島村シャチロット。ねえやだ、なんかシャチロット型になって書かれそう。やだ、いいじゃん、島村シャチロット。いいじゃん、かわいい、シャチロットいいね。一応シャチロット10秒で書いてよ今度いいよ10秒、あのポムルカコみたいに10秒で書けた。いやあれ10秒で書けたのも結構天才だけどな。いや私さ、デビューする前シャチなんじゃないかってずっと言われてて。どこで？シルエット出てたっけ？シルエット出てて、あ、でなんかあの、うん、シャチってオルカとも言うのね。絶対シャチだろうと思われてたから、私もまあなんか。ほぼシャチみたいなもんだから。いや無理やりすぎる。え、じゃあみんなでシャチの群れってこと、うちらポムの。俺たちみんなシャチってこと。うわ。いやいや、まだオーラル過去がは100歩譲ってわかるけど。じゃああれじゃない？いちかちゃんだった。そうや、シャチかい。シャチか。恋こないシャチかって。シャチか。うん、活かせる。そうやシャチか。なんかないよ。ナマズの方が可愛くない。ナマズの方が可愛いだろ。キャットフィッシュやぞ。え、ナマズの方が可愛くない。やだよ。おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめでたいね。めでたいね。めでたい。あのさらちゃんはさ、大客と小客どっちが？私小客でもいい。間取ってチューとかダメ？じゃあ私特大シャチ。なんでだよ。特大シャチ。なんでショーじゃなくて大の特大。なんで上の上行こうって。じゃあベンティベンティシャチ、ベンティシャチ。便秘？いや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 。じゃあいちかちゃんは便秘ね。便秘のシャチね。私ベンティシャチね。私ベンティシャチで、いちかちゃんは便秘のシャチ。なんで私便秘のシャチなんだよ。グランデ、グランデにする。スタバやないか、もう最近。なんで？ベンティって何？ベンティじゃなくて。ベンティ、ベンティ。ベンティ。ベンティってどんくない？ベンティ一番大きい。ああ、じゃあシャル通る。普通じゃん。普通でいいよ、別に。大きいじゃねえか。求めてないよ。普通じゃねえか。これシャル見えてんの？見えてないのか。お、見えてる。ちょっと見えてない人の違い何？天才か天才じゃないか。この世には二人しかない。そう、天才か天才じゃないか。二種類の人間しかいないんだ。そうだよ。すごい。いいな。うるさいな。知らないと思うけどね、ソヤの制服はスケバンだからね。スケバンの制服だから、これ短いリーチ、そうスケバンにしてくださいって言った。私どうだっけ、ロングスカートだから。あ、私自分の姿もう見えないよ。お疲れ様です。すいません、可能なら集合にお願いします。あ、すいません、やばい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 、まあ、よかったよかったよかった、ありがとうございます。
騒ぎすぎて誰も集合の連絡気づかなかった。皆様集合になりましたかね。やばい。お願いします。はい、最後に実はね、あの一部チームの皆さんにはインタビューをしていたので、ちょっとこの後できていないチームにちょっと時間が限られてはしまっているんですけれども、あの簡単ではあるんですけども、ちょっと一言ずついただいてからみんなで終わりにしたいなと思います。すいません、はい、最後までお付き合いください、はい、ごめんなさい。それではまずはさっき呼ばせていただいた人類撲滅キャンペーンチームの皆さん、ちょっと一言ずつ簡単になっちゃうんですけど、はい、お願いします。そのまずギュッてチームに集まっていただいてお願いします。はい、こっち。はい、あ、集まりません。あれどこ、はい、あれどこ、ここでね、ここでね、はい、はい、あれ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ、それだけ一言ずつお願いします。簡単に、ごめんなさい。はい、リーダーどこ、ね、みんながね、すごい頑張ってくれました。あの、介護をしてもらいました。ありがとうございます。もう優勝したね、やったね。いや、ほんとみんなが優勝ですね、名誉あるわ。ありがとうございました。じゃあ、お次の方。あ、じゃあ私が、はい、どうぞ。いや、本当に楽しかったです。作り込みが全部すごくて、なんか謎解きとかもね、結構みんなで頭ひねってこう悩みながら頑張ってね、難しかったね、難しかった、途中これ大丈夫かみたいな時もありましたけど、マジで楽しめました。優勝ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、じゃあプル君どうぞ。はい、そう、順位は多分1位じゃなかったと思うんですけど、うん、優勝だよ、優勝だ。じゃあ優勝したんで誕生日プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。プレゼントもらったらもらった。おめでとう。これもあげる、これもあげる、ありがとうございます。あ、ゴミ捨ててる。みんながね、あ、与えてくれてますね。あの体育館の迷宮のやつがめちゃくちゃ時間かかっちゃって、うんうん、これ本当にクリアできるんかなってすごいなってたんだけど、まあ、どうにかいけましたね、うん、大変だったね、あれ、ずっとわかんなくて。そうね、300円ぐらいいたから、うん、大体が全部大変だったわ。そう、カメのところとかも大変だったね。クリアおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして続いてが虹さん G チームの皆さんです、どうぞ。はーい、こちらまでお願いします。あ、わかった、もう映ってたよ。映ってたね。ゴールおめでとうございました。おめでとうございます。やったー。それですね、感想などなどいただけたらと思います。じゃあ一番頑張ったドラちゃん。大海賊時代をね、乗り切ってね。なんとかね、3人で協力して謎解きできたんでね、よかったです。はい、よかった、よかった、やったー、やったー。はい、そしてチェストを開けた瞬間に見えたたくさんの目ん玉が美しかったです。とってもね、それを見たてんてんの悲鳴も美しかったです。早くなったね。すごい楽しかったし、うん、最後みんなのゴールを見守る瞬間がなんかすごい感動した。いや、絶対だろ。めっちゃ感動した。なんかよかった、本当に。これもしかしてオーラル過去か。ねえ、本当よかった、よかった、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてありがとう、あ、いた、ありがとうございました。あ、いた、あの、本当に不正を働こうとしたりとか、ずっとふざけてて、謎解きの問題一個も読んでなかったりとかしたけど、ドラちゃんがいて、一緒に解けて、なんとかクリアできてよかったです。ありがとうございました。楽しかったです。不正はなかった。よかった、よかった。協力しましたんでね、ちゃんとね。受け室の先生もめっちゃ教えてくれました。
とうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、そしてそして夏ミットの皆さん、はい、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。めっちゃ楽しかったです。あ、本当ですか。よかった。せっかくだから一人ずつ一言ずつ簡単になっちゃうんですけど、はい、どうぞ。じゃあ今回俺からいくかい。あの、僕らマイクラの操作がとにかくおぼつかなくて、みんながみんな最初プールに挑んでみたんですけど、泳ぎ方がもう全然なってなくて、そこでだいぶ足止め食らっちゃいましたね。あ、そうだったのか。ねえ、でも何だかんだで最終的にクリアできたら嬉しかったね。泳ぎ方も分かってきて、ねえ、よかった。そうそうそう、3人のゴールシーン好きでした、はい、ありがとうございました。私が下手くそすぎて落ち着いてたのを2人が助けてくれました。本当にありがとうございました。よかった、感動のシーンだった。連携が素晴らしかったですね、はい、最後よかった。あ、ほんと、なんか謎解き含め、あの、ホラー向けの要素に私が出会えなかったのがすごく残念だった。あったんですか？すごく見たかったんですけど。なんかね、テスト開けると目玉見えたりっていう、ちょっと待ってた。淡々と謎解きをこなしてしまって、ちょっとなんか、びっくりもしたかったなと思ったんですけど、でもすごく楽しかったです。さすが、よかった。ありがとうございます。エリちゃんはどうですか？あ、もう私はもう3人で一緒にゴールしたあの花火が忘れられません。あそこいいよな、感動的だよ。皆さんが待っててくださったのが嬉しかった。あ、綺麗だ、ありがとうございます。綺麗ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、では最後に危険部の皆さん、お疲れ様。はい、いや本当にあの貴重なお時間を皆さんに、本当にごめんなさい。全然全然全然、マイクラ歴が浅いせいでちょっといろいろとご迷惑を、皆さん ありがとうございます。かわいい。ありがとうございました。いやでもすごく楽しかったです、うん、まだまだなんかマイクラのあの底力っていうか、まだまだ、うん、無限大になんかマイクラって楽しめるんだなって思いました。楽しかったです。ありがとうございます。あ、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人は一人ずつどうでしたか。いやごめんなさい、本当に本当にごめんなさい。そんなことない。いっぱい遊んでくれる優しい、あのプールがすごかったな。どうして、あの独特のどうしてこんな遊んでくれるの。あの感じすげえ怖かった。あのいっぱいカメいるのすげえ怖くてよかった。あ、そこで肝試しようと感じてくださったんですね。あ、よかったよかった。なんでみんな遊んでくれるんだ、怪しい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしたらケイちゃんかな。はい、いや本当にお待たせしてしまって申し訳ございませんでした。いや全然全然全然、いやでもなんかあのなんでだ、謎謎をね、あの順番になんでこんなに遊んでくれるんだ。すごい楽しくてワクワクしてたんですけど、うんうん、ね、ちょっと行き止まって、ちょっとなんかシチューの敵と戦ってたところが見てた、見てた、見てた、恥ずかしい、恥ずかしい。あそこはダメだったよね。あそこは、ね、あすごい、これ感じなにこれ、なんか見当違いな戦いを繰り広げてしまって申し訳ございません。でも本当に楽しかったです。ありがとうございました。いやありがとうございました。サメモロタ楽しんでいただけて何よりです。いや本当に本当にサメモロタできてよかった。ありがとうございます。サメモロタありがとうございました。ということでですね、あの全チームの皆さんにインタビューができたところで、最後はね、あのバイバイをみんなでしたいんですけど、ここのひな壇をちょっと作ってありますので、皆さんミュートを全員外していただいて、あの各々チームごとにこうどこのブロックでもよろしいですので、あのぜひ並んでいただいて、最後はここでみんなでバイバイって言って終わりに、あの全体配信はね、あの終わりにしたいなと思っております。私もそうする。頭の漬物何、なんかたくさんの人がみんなここにここにありますありがとうございます。
私も私も持ちたい私も私も私もダメのことでこれめちゃくちゃ可愛いないないないあれ手に入ってます私もあ、ありがとうございます。ここら辺から生まれます。ここら辺から生まれます。やったー。やったー。どこ？あ、すごい。規制された。やったー。規制された。脳が座られた。いいよ。ポムロンがど真ん中陣取ってるんだから。あった。陣取ろうぜ。真ん中。これ、ね、さあどうやってさつけんだろうこの、うん、これどこでさぜひね優勝のあのエルセ姫とボスリックムのチームあの一番上の真ん中の3つ使っていただいてじゃあ3位だから下から2個目かやったー一番上の3つ使っていただいてこれごめんセラピーどうやって被るんだっけこれさうん、クリエイティブだからちょっと被れないかもしれないですね。あ、そうなんだ。じゃあやめよ。これはやめよ。これはあれなのか。サバイバルに戻してきたらできます。こんな帽子とかもできるんよ。じゃあ、持っとくね。持っとくだけにしとくね。これ、自分だと取れないな。ねえ、全員分取れないや。撲滅どこに行こうか。F5 でして考えられます。撲滅、はい。撲滅。あ、かわいい。撲滅いい。インキャバ前やだな。インキャボンボンじゃん。あの右上にでも。ね、右上にどうです。始めけん。あの顔だけのやつ。すいません。始めけん。すいません。すごい。パンダみんな制服着てて。ね、かわいい。かわいい。みんな被ってる？みんな被ってる。私も。すごい。またまたあのこの青い三つの方使って。私だけ被ってないけど。ないな。頑張って、頑張っていって、私を見越えていって。どうだ？すごい。大変教室。後でこう。大変教室ですが、真ん中入りますか、大変。はい、やっぱそうですね。で、ちょっとあの実況者のちょっと超えて、すいません、何もしてないのにすいません。ちょっと、で、どこにいるみんな。あれ上だよ。え二段目。上か、あ、ここか。あれ、あ、真ん中に、あ、すいません、ちょっと、腰が低すぎるな。めちゃくちゃ腰低い。ごめんなさい。ちょっと私だけ被ってないんですけどちょっとすいませんということもあるかなということでちょうど復帰したかな、はい、あそう視点配信の方がちょっと復帰してなかったらしいのでちょっとこれで写真撮っていただきますやったありがとうございますはーい写真撮っていただきます撮ってみんなポーズ撮って撮ってはいということで皆様見ていただきありがとうございました優勝候補は終わりますこれにて解散あなんかあおかえりあ怖いとりあえずここで一旦終わろう配信怖いから
皆さんも見ていただきありがとうございました。おやすみなさい。あ、そう、せや、明日からね、10日か11日ぐらいまでリハでね、泊まりで練習に旅立ってしまうので、多分スペースぐらいしか配信ができないかもしれなくて、一応スペースはやるぜって許可もらったからね、できると思うんだけど、よろしくお願いします。その辺フェスが近いからね。うむ、そうなんだ、ありがとう。また喋れるとき喋ろう。それでは皆様、良い夢を。遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。ぽやしみー。